の力ヒネモスラジオ熊本。さあ会場にお越しの方、そしてラジオをお聞きの皆の衆、こんにちは。おー、盛り上がってまいった。やってまいりました、ヒネモスラジオ熊本も2日目ということで、本日もご一緒に、あ、失礼いたしました。さあ改めてこの時間パーソナリティを務めてまいるのは、鬼島津と呼ばれし男、島津義弘じゃ。そして加藤清正の娘、八曽にござりまする。そして本日も我らをサポートしてくださる名軍師、高千穂さくら姫じゃ。恐縮です、高千穂さくらと申します。よろしくお願いします。今日も気持ちのいいお天気でよかったですね。いや、やっぱりわし晴れ男でだからな。いや、私がやっぱ天下の晴れ女なので、いや、わしがな、ちょっと大丈夫でしょうかこの二人で、いきなり、ドキドキしますが。でもこれまでの戦国パークは必ず一日は土砂降りになるというジンクスがござりましたけども、やはりな、出立を迎える清正殿、官兵衛殿、そして全国から集いし皆様のためにお天道様も味方してくれて、気持ちの良い青空が広がっておるこの熊本城じゃ。ぜひぜひ本日なラジオも、そして会場でも楽しんでいただければと思う次第じゃ。はっ、そうなんです。で、改めてご紹介しますと、今日もですね、昨日に引き続き、熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうもののふの力、2日間にわたって行われておりますけれども、こちらの会場となっています熊本城二の丸広場から、なんと今日は2時まで公開生放送、このブースでね、お届けします。皆さん、なんかざわざわしてもらって大丈夫なんですよ。ありがとうございます。今日はですね、放送スタートする本当1時間ぐらい前から、いいですかって言って、ここにね、もう腰掛けてくださってる方いらっしゃるんですよ。ありがとうございます。実は昨日はですね、11時の放送開始、我ら演舞がございまして、ここにおることができなかったので、過去のわしらがおしゃべりしているという、ね、ございます。それを聞いていただくだけの形でしたので、今日は皆様とご一緒にラジオ開幕することができて、誠に嬉しゅうございます。誠にありがとうございます。全国から13の武将隊の、ね、皆さんがまた熊本城に集ってくださっていて、そのイベント会場の中でですから、その臨場感も伝えながら、なんといっても先ほど島津様もおっしゃったように、加藤清正様、そして黒田官兵衛様が今日でご出立。八曽姫様泣かないで。もう、泣かないで。あ、もうダメなのでございます。今日今朝からね、涙腺が緩みっぱなしで、今日ハンカチ何回変えるんじゃろうっていうね。もうこんな感じでお送りしてまいりますので、はい。いや、でもね、賑やかに皆さんと一緒にお届けできたらと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。はい。そして、全国から聞いてくださっている方もおられます。熊本シティ FM の電波を通じて聞いてくださっている方、まあ、熊本の方、そして全国から聞いてくださっている方は、熊本シティ FM のホームページ、トップページにサイマルラジオというところがありますので、そちらのバナーをクリックしていただけますと、全国どこからでもリアルタイムにこの放送をお届けしています。ですから今日ね、お越しの皆さんも、県外にいらっしゃる方にはこうやって聞けるよとお伝えいただければ、大変嬉しいです。そしてツイッターもですね、ハッシュタグひねもすラジオとつけていただけると、ハッシュタグひねもすひらがなカタカナで、ラジオです、ひねもすラジオとつけていただきますと、こちらスタッフでね、チェックして、現場にこの声を届けていただけるようになってますので、はい、島津様へのメッセージ、八曽姫様へのメッセージ、ね、この後もしかしてね、さようですよ、ね、この後びっくりドッキリの客人が、言っちゃったから、八曽姫様が、もう昨日ですね、実はやっぱこう不意打ちにしとくとですね、ぜひ聞きたいと思ってらっしゃった方がこうそこをね、聞き逃してしまうかもしれませんので、昨日の夕方一番最後の時に、はい、種明かしをしておりましたけども、この後の時間は熊本城おもてなし武将隊より黒田官兵衛殿が生出演してくださるぞ。素晴らしい。ラジオの向こうの皆様もぜひ楽しみに、最後のねラジオ出演となりまするので、もう、耳かっぽじって聞いてくださりませんよろしくお願いいたします。たまに出てくる S 加減がいいですよね。ありがとうございます。そこも存分に発揮していただければと思います。ぜひ、そちらのね官兵衛様へのメッセージも、ハッシュタグひねもすラジオをつけていただきますと、こちらでねスタッフがメモを取りますので、お伝えできるかと思います。それでは早速、今日も参りましょうか、島津様。はい、八曽姫様。はっ、それではひねもすラジオ熊本、本日もスタートじゃー。開幕じゃー。
ではどうでしょう島津様、うん、本日一発目は、はい、あの曲から、うん、さようちゃんな、もうこの曲以外ござりませんこのお時間は、うん、あれを紹介してっていいんじゃな、じゃもう一度よろしいですか、紹介してっていいんじゃな。あ、よかった皆様もね、ちょっと空気が重かったんですけども、ね、一笑い出ましたね、顔和ませようとしてるんじゃよ、私もね、この島津様より曲のご紹介をいただいて、もう思い出深いあの曲でスタートしてまいりましょう、うん、それではお願いいたします。これからお聞きいたすのは熊本城おもてなし部小隊黒田官兵衛と島津義弘による弓張り月。花ももみじも散りゆく、儚きは人の世の定め、必ず生きて帰ると悲しみ踏み越え進みゆく、不安と孤独が絡まる底なしの闇、まだ晴れない、もがき苦しむ中で一筋の光が差す、春に旅立つ鳥、降り出す夏の雨、黄昏し秋の風、冬の名残、愛に生きるその姿、守り伝える歌、生きる喜び、浸るさよなら、熊本城二の丸広場から生放送でお送りしておるひねもすラジオ熊本、今お聴きいただいたこの曲は我ら熊本城おもてなし部小隊黒田官兵衛と島津義弘による弓張り月であった。素晴らしゅうござりました、思い出深い曲で、なあ2人でプロモーションビデオも撮りに行ったからの、ね、水に浸されて官兵衛殿かな滴ったな、水も滴るいい男に磨きかかっておりましたが、ね、この時間からは、うん、さあ改めて皆の衆こんにちは。さあ始まってまいったひねもすラジオ熊本、この時間のパーソナリティはこのわし島津義弘、そしてヤソニーござりまする、どうぞよろしくお願いいたします。よろしゅう。さあこの時間はの、もうすでに皆々にご承知の通り熊本城おもてなし武将隊黒田官兵衛殿をお招きしてお送りいたす武将さんおいでませというコーナーなのじゃが、じゃが、もしかすると、はい、官兵衛殿以外にもお客人が来てくださっておるやもしれぬということで、はい、もう早速掛け声でもしかしたらいらっしゃる方かも、そして黒田官兵衛殿もお招きしてまいりたいと思う、いや心してご覧あれ。それでは準備もできてるかの、はい、それでは始めてまいろう、武将さんおいでませ、あいらっしゃい、あいらっしゃいませ、ありがとうございます、はいお座りくださりませ、でお座りいただき申して、では拡声器の方をご準備くだされ、はえスイッチを入れていただいてお話しくださりませ、それぐらいわかる、いやいや黒田さんほら熊本のスイッチでござる。では改めてこの時間いらっしゃったお客人に名乗りを上げていただきまする、官兵衛殿からお願いいたす。あ
我こそは天下の軍師黒田官兵衛義隆と申す。どうぞよろしくお頼みます。よっよっ。そして山形県より参った山形愛の武将隊、山形藩初代藩主最上出羽守義明である。はい、よろしくお願いいたす。よろしくお願いいたす。ありがとうございます。ありがとうさんじゃ。なんとなんと官兵衛殿に続き最上殿までお忙しい中ありがとうござる。お邪魔いたします。お邪魔いたします。なんじゃこの盛況ぶりは。いや本当ですね。いやお二方を待っておったんじゃよみな。今日最終日ですから。でちょっと裏側ではあの島津様が終始緊張しておるっていう風に聞いたので、やはり我らが行かねばということで助っ人に参りました。わし今気づいちゃったんじゃけど、最上殿のお名前が義明ということは、義取り、義カルテット。おカルテットってお主よし入ってない入ってなかった。よし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 。偶然にもな、よしがつく3人がまたここでも揃ったの。嬉しいござるな。新よしとりよ。急になんでカルテット作り出したの。だって私だけ仲間外れ嫌じゃないですかね。今日はなこの時間4人でお送りいたすということじゃが、はい、お官兵衛殿と最上殿はやはりこの戦場以外にも様々な場所で共に戦を仲にした仲間でござるな。今回はですね、皆様方にぜひ知っていただきたいのが、実は我ら二人生まれた年世代なんですよ。花の1546年生まれなんじゃ。ありがとうございます。ためじゃため。じゃあ花の天文、15年じゃ。15年天文生まれ。さようです。義取をならずしも、さらにも花の天文生まれの3人衆。また私だけ仲間外れですよ。これは島津殿も天文4年生まれでござる。あ、そうか、信長様の1個下。あ先輩よろしくお願いいたします。ああ苦しゅうない、苦しゅうない。よろしくパイセン。パイセンだいぶ軽いな。あでもこの時間ですね、いつももうあの台本なし、シナリオなしで、もう何が飛び出すかわからないトークをお送りしたいんですけども、いっぱいメッセージが来とりまして、おおやっぱりな、ちょっと2、3読ませていただいてよいですか。最初に、ね、せっかく届いてくれたわけなんじゃない。はい、それでは、八十姫様大好き前田家、あ、違いますよ、このあれだから、よラジオネームがな、たまたま違います。仲間に入りたいわけじゃないの。はい、あのペンネームがそれだったから読んだとかではないんですよ。八十姫様大好き前田家の足軽様、清正様、官兵衛様、今までありがとうございました。9年前に初めて大阪の地でお会いした時に、あ、読めない、清正様に次は、熊本城で全員分。わかった、わしが読む、わしが読む。まどれじゃ、泣かないで、早いから。はいはい、清正様、官兵衛様、今までありがとうございました。9年前に初めて大阪の地でお会いした時に、清正様に次は熊本城で全員演舞を見てもらいたい、と言っていただいた言葉で毎年遊びに行くようになりました。これからも熊本城おもてなし武将隊を応援しております。ありがとうございます。ありがとうございます。9年前じゃからな、出会いが。そうですね、ほんとあっという間ですね。おまあな、この我々ももう10年少しやこの熊本城おもてなし武将隊結成されて始まっとるわけじゃが、やはりな、我々と初めて会った時にはまだ小学生じゃったりの、まだ学生じゃったけども、そんな子たちが結婚しましたじゃとか、社会人になりましたと言って報告に来てくれると、な、我々もこんなに長くやっとったんじゃなっていうのは改めて感じるの。どうですか、最上殿もそういった経験ございますか。もちろんござる。山形県の米沢市と愛知県の東海市というところが姉妹都市でござって、毎年その東海市から米沢に修学旅行で中学生が来るのでござるが、この間あの上杉神社に出陣した際に、以前羽黒神社というところに来るのでござるが、羽黒神社で修学旅行で会ったんですと、大学生になりましてと、もう一つのふるさとだと思って山形に来ましたと言ってくれることがすごい。言葉、もうおじさんは泣いて泣いて。いやいや、もうおじいちゃん、おじいちゃん、400歳超えてるからの。わしは伊達政宗のおじさんとして有名でございます。けどもう現代においてはみんなのおじさんでいいやと思って。でもそういうのが嬉しゅうござるな、やっぱり。いい話な。ちなみに最上様は蘇られて何年ぐらい経たれるのですか。わしは2010年の7月29日に蘇ったゆえに、もうとんでもない年月が。失礼しました、先輩。先輩失礼しました。苦しない、よしよし。いや、こちらこそすいません。いやいや、こうやっての
じゃあ他の戦場でご一緒されたことはありますか？もろんござるよ、うん、いろんな催しでたびたび戦を共にしておるが、はい、官兵衛殿とこうやってしっかりトークをいたすのは初めて。あ、本格的にトークすると初めてなんですか？初めて。やはりね、全国いろいろ行ってもなかなかお話しする時間が、ね、ない時ござりまするよね。うん、なんかあれがありません、あの北から南になっていくときに、うん、これはもう完全に身内の話なのですけども、うんうんはいはい、控室って必ず遠いんですよ、うん、絶対北から順に作っていって、うん、なので、うん、山形殿の隣に熊本城のブース、あ、ブースというものが、ね、表であることもないし、うんうん、控室が隣になることもないですよね。なりがちじゃな、そうな、これあるあるですよね、武将隊。やっぱ仲良くなりたくて控室の廊下をみんなでうろうろする、武将隊の恒例のあれですな。誰かの声が聞こえたら、うん、あ、今のうち写真撮りに行かないとって、この間 YouTube で何か見ましたきっかけですよね。きっかけだな、やっぱり、うん、あ、もうそうやってね、10年を超える年月、うん、仲を深めてこられたと思いまするけれども、うん、何ですかこの泣きそうな音楽は。泣きそうな音楽じゃな、あ、ステージ、失礼いたしました。もう粋な計らいだと思った。もう八十姫今敏感になってるからな。いやいや、むしろ恥ずかしい話しかしてないからあるある話だから泣かせに行ってないから。いやもうね、勘違いしてしまうぐらい最後というのに敏感になっておりました、失礼いたしました、うんうん、あの黒田様、もう一つぐらいメッセージ読んでいただいてもよいですか？完全に覚えこれは何、わしらて読まないっちゅうな、わしら選んで良いの。いや、これは、あ、良いです良いです、何枚目でも大丈夫ですので。いや、もうたくさんお寄せいただいたからな、ね、びっくりするぐらいたくさんいただいておりまして、すべてを紹介できないのが申し訳ないが、はい、でもぜひ、これはといったメッセージを読んでいただけますと。お、ではこの方が長いんじゃないか。いや、ペンネームから読み上げていただきまして。わかりました、は、参るぞ、は、文語の姫に様、うんうん、すべての方に対してのメッセージでございます。皆様こんにちは。そして初めまして。熊本城おもてなし武将隊と熊本城が好きで、年に1回ほどではありますが肥後へひっそりと訪れている文豪のものです。また福岡や小倉、愛知の皆様の様子も SNS で拝見させていただいております。当日は諸事情でお会いすることは叶いませんので、熊本城おもてなし武将隊の清正様、官兵衛様の出立もあり、武将皆様へ破み出させていただきました。有谷さん、今までどんなに落ち込むことがあっても SNS や時には現地で武将の皆様がご活躍するお姿を見て勝手ながら自分の励みにしております。私自身今は少し大変な時期でありますが、皆様の今後の活躍を見ながら頑張っていこうと思います。応援してます、うん、という、ありがとう、 ありがとうございます。気持ちがすごい伝わってくる文章でござるな。うん、面白いですねこの質問、うん、なんかね、中には、はは、鎧着て四十肩にならないんですか面白い。いや、四十肩にはならないですよね、うん、400四十肩ですもんね。わしも同じこと言おうと思ってたすみません、先に言う、おじさんギャグを言おうとしてた、止めてくれてありがとう。じゃあ、鎧あるあるまた言っても良いですか？鎧あるある、せっかくならば、うん、もちろん、あの、我ら武将隊って実は甲冑ってあまり肩で着てないんですよね、うんうんうん、肩に乗せてなくて、うんうん、実は腰で履くものであるゆえに、結構長時間行くと肩はもうそうですけども、腰も疲れまする。わかる、ね、あの、肩で支えとるんじゃなくて腰にさらしをギュッと巻いて、うん、そうそう、甲冑がね、浮くぐらい巻いとられますからね、うん、腰骨が痛くなるんですよね、うん、甲冑ってですね、まあ、特にな、我々刀を刺しておりゆえ、まあ、うん、それでな、激しい演武をやると、うん、その刀がな、腰のとこに擦れてな、うんうん、もうゴリゴリになるんじゃよね、あざになりますよね、結構ね。わしもこの現世に蘇ってベビーパウダーに頼ってますもん400歳なのにベビーパウダー擦れるんじゃよ、擦れるから。なるほどね、うん、そういったご苦労もありながら、うん、日々の公務をこなされておるというところで、うんうんうん、なんか武将あるあるとか話したら面白いんじゃないですか。武将あるある、最後になんか、うん、これだけで3時間ぐらい語れるぞこれ、語れる。いや、ほんと、でも一番あるのはやっぱり、あの、世を忍ぶ仮の姿、こうお役目が終わった後、お店に入ったり、まあ、いろいろ公園歩いたりしても、こんにちはって言いそうになるんじゃない？それありますな、もてなし始めちゃいそうになる、職業病で声かけたくなってんの。わしらが店に行った側なのに、ようこそって言いたいそうなんじゃん、まあ、全くそうじゃん、うん、いや、そんなこと言うたら、わしはあのよろずや、今でいうコンビニ、うん、そういったとこで釣り銭もらうと、うん、かたじけないって
わしもこないで言ってしもた。片付けないは出る。で、あとあのお手洗いはどちらですかと聞くときね、川やはいずこにって言ってしまったりね、いろいろありますよね、うん、職業病がね。みんなにとってはね、普段の何でもないです。どうぞ。なんじゃ。いやいや、ちょっと涙出てきたのでどうぞ。この話題で。川屋で涙です。川屋で。どっから出しとんねんな。川屋から。まあね、お客人にとっては普通なのかもしれないけど、我らにとっては、うん、そちら側のね、世を生きる時が仮の姿ですから、うん、もうそこが大変なんですね、言葉遣いっていうのが慣れてない、でもやはり、ね、城下に出てもそうやってこう世を忍びながらも、うん、城下の皆様の、ね、お姿を見て、特に最近は、うん、コロナも落ち着いてまいったのでですね、うんうんうん、観光客の方もどうですか、増えてらっしゃりましたか。かなり増えて賑わいが戻りつつありますが、熊本城もかなり賑わっておりますなと、はい、私が感じております、うん、熊本城はもう土日は平均5000人来てます。5000人、すごいね。もうコロナの時は毎日1000人行かずにということもね、ございましたけども、当時のわしの最上家の軍勢が7000人くらいじゃから、1日でそれ超えそうな、勢いで来られてる。島津郡なんて1500人がせいぜいじゃね、本当にね、大変やな。私も同じぐらいですよ、ね、そう考えるとですね、もう世界から注目されておるってことですよね。現代の観光はそれだけ力があるということでございます。素晴らしいと思います、うん、ちなみに一つだけ、もう一つですね、聞いてよ武将様ということで来とるメッセージを読みたいんですけども、多分これ皆様欲しがっとると思うので、源氏名を顧問と申す様より、はい、武将様姫様全員に良き声で愛してるよと囁いてほしいですと書いてありますので、皆様囁いてほしいですよね。これは何ですか。もうせっかく山形から来ておるということで方言っぽくですよね。そうです。 あと黒田様もね、やっぱり最後聞いときたいですよね、皆様。あ、聞きたい、ね、だからな、誰誰とかもう皆様愛してるよとか、こういう感じで良いのではないでしょうか。どういう方ですか。かわいい系なんですか。かっこいい系なんですか。やっぱね、現世の黒田様ね、セクシーの具現化がされてます。セクシーのゴンゲなので、セクシー目でお願いします。のゴンゲ。いやね、お主らはね、わしのいじりがね、ちょっとね、恥ずかしい、いや、セクシーのゴンゲとか言うけど、よく見たらパーカーにマントじゃん。今、ラジオお聞きの方分からんかもしれないんだ。何言ってる。昨日、福岡のわし呼んだんでしょ。そうそう。で、ねえ、ファッションセンスの塊って言ったんでしょ。高千穂殿に、わしもちょっとおしゃれしてきたんですよ。これが福岡流のおしゃれ。でもちょっと、来る途中でダサって言われた。早速。そうじゃね。ああ、そりゃそうでしょうね。パーカーにマントなんていないですか。いや、これはなもう黒田勘弁にしかできない着こなしだよ。これわしも着るときは、いい感じじゃないかで出たけども、ダサって言われて反則じゃん。そこに売ってある反則じゃって言って。ねえ、このこちらのモノチカパーカーもね、厚手と薄手とござりまして、黒田様黒お召しになってるんですけれども、販売しておるものはグレー灰色でござります。皆様よかったらね、お揃いで着ていただきとうございまするので、熊本観光コンベンション協会のブースの方へお願い申し上げまする、はい、このプロレスラーのチャンピオンマントがいい感じにね。ところで皆様、愛してるささやくの忘れてませんか。やらんと、みんな恥ずかしいから。いや、勘弁殿がやっぱりセクシーのゴンゲじゃから、セクシーに言えるようにわしは可愛く言い申す。山形っぽくの。山形っぽく。では皆様お静かに、はいはい、では俺、おめだのこと、杉だ。うわー、ちょっとセクシーでしたよね。いやエコーをかけたくなっちゃうな、これ。ちょっと帰っていいですか。いや皆様喜ばれてることと思いまする。それでは黒田様、お願い申し上げまする。私は、お主を愛しとうよ。ちょっとエコーかけていただいたんじゃないか。もう急にエコーをかけていただいて、カーンってたら、はい、では最後はやっぱり薩摩弁が聞きたいです。いらないな。お願い申し上げまする。わしらいる。いりますよ。じゃあ行くぞ。はい。おいはおはんことわぜ愛しとぞ。わしの時一番エコーが絶好調だったんだけど。替え玉ください、替え玉、替え玉ください。替え玉とかも薩摩には替え玉ございません。
皆様嬉しかったでしょう。もう心のあの思い出のこれ、よそ姫もやっぱり、熊本弁が最後締めんと、世の殿方に向けて、承知いたしました。これライクじゃなくてラブじゃからな。言うとくけど、この質問を出したのお主だから、ね、お主だからな。なので、お主がちゃんとケツを持て。そうですね、承知いたしました。それでは参ります。みんな水筒よ。お疲れ様でした。まだ終わってない、終わってないぞ。ヤソ姫だけでよかったんじゃないか。なんなんじゃこれは。全部持ってかれてます。持ってかれちゃった。持って取ります。もうね、こんなリクエストに答えていただきました、結果4人とも真っ赤になっただけじゃないか。本当に。でもそれ、そうですね、他にもですね、まだですね、お時間ちょっと早めに始めましたので、あと10分ぐらいあるんですよ。まだまだね、まだあの、よかったらツイッターでもね、ハッシュタグひねもすラジオと入れていただくと、リアルタイムのメッセージ拾いまするので、ね、今のどんどんあの投稿していただきまして、皆様もですよ、投稿していただいたら運よく拾われると今読まれるかもしれませんので、ぜひぜひお願い申し上げまする。ではですね、わしちょっと気になるメッセージをよろしくお願いいたします。さくちゃん殿、ラジオネームさくちゃん殿、はいはい、算数が苦手です、どうしたらいいですか。小学4年生です。これは気になるな。わしこれ、やそ姫も算数苦手じゃからな。実はわしもなんじゃよ。あ、なんと、ありがとうございます。すごいいい笑顔だった。算数が苦手、まあ、こう数を数えたりとか計算とかが苦手ってことじゃろうかな、でもあの算数って、あのこのね、さくちゃんに届いたらいいですけども、実は算数って、やらないといけないんですよ。繰り返しやることが得意につながっていくことなので、もうだからひたすらもうきつい今を頑張るしかないですよね、でもこれはもしかしたら算数以外にも通ずるところがあるかもしれませんね。他のこともね、苦手じゃったら、やっぱりな、このお惣菜3割引きっていくらになるんだろうとかを計算するのもやっぱりな、重要じゃからな。そうですよね、よろず屋に行って1000円出したらお釣りいくら来るかなってこう考えるの大事ですよね。そうじゃな、きっちりと5円玉じゃなくて10円玉で帰ってくるようにとかな、きっちり計算するのにすごい広げますよね、そこね、大事ですよね。だからね、あの公式をね、あの覚えることが大切なんですけども、その公式は、あの要はテストというもの、要は問題出された時には引っ掛けがあるんですよ。じゃからこそ過去問とかね、いろいろな問題をね、とにかくあの数多くさばくことじゃ。さくちゃん、伝わりましたでしょうか、といったところでですね、あのツイッターに先ほど呼びかけたところいっぱい来とるようなので、意外と真面目に算数の話をなさったので、すいませんね、いやいやいや、あのツイッターでもですね、お名前は千早さんとおっしゃいますが、ごめんなさい、あの前推しやそ姫様と友人の推し島津様が揃っているので、今日はラジオに張り付きますというメッセージが届いていたり、あとは夏美さん、大学入学した年の夏に初めて城西園に行って、その時見たステージに黒田様がいらっしゃいました、写真を一緒に撮ってもらって良い思い出です、ご出立寂しすぎます、そしてルナさんは今日も楽しみです、心は熊本城に飛ばしています、いきなり弓張り好きで泣いてしまいましたというね、メッセージを頂戴しています。ありがとうございます。あの事前にもですね、メッセージというか質問が来ているので今いいですか、はい、すいません、はい、勝手に入ってきてすいません、ね、もう一人の軍師だからね、あ、いやいやいや、そんなもん、黒田さんもありがとうございます。こちら、お名前がともさんとおっしゃいますが、熊本城もてなし部署、あの最上様もお答えくださいね、ぜひね、今まで長く活躍された清正様と官兵衛様が、今回ご出立されますが、他の武将様から見てお二方のファンは知らないであろう意外な一面があったら教えていただきたいです。どなたからでも結構ですよ、父上か官兵衛様の。そうですね、皆様はおそらく知らないであろう一面というところ、はい、知らないであろう、知ってるかもしれないけどな、なかなか会う機会も少ないござるから。じゃあパッと見の第一印象どうなんですか、この現世に蘇ってからの私の印象、なんか自分で聞くなってね、自分で聞くなって。やはり官兵衛殿と申せば軍師というイメージが非常に強くて、おうおう、軍師と申せば頭がいい人というイメージが強いじゃろ、みんなも。故に頭がいいものというのは独特の世界観を持っておるから、ちょっととっつきにくいのかなと思っておったが、はい、こんなに気さくな人だとは思わんかった。そうなんです。拍手。あの官兵衛殿はのおそらく外交役かと思うくらい、いろんな武将隊に気さくに声をかけられるんじゃな。うちの直江なんかの官兵衛殿のことが好きで好きでしょうがないんじゃよ。
そのくらい気さくな方だと。いやありがとうございます。これは多分みんなわからんかなと思って。いやその気さくに、皆様方を交流ね重ねておるのも策ですか。いや出ました、軍師の策出ました。策です。もう全てわしの策です。そうです、山形と熊本の距離をこうね、うん、くっつける、うん、1000キロくらいあるんじゃよ山形と熊本の距離。そうですね、そのための策です。あでも確かに官兵衛殿の策の通りかなり近づいたような気がいたす場所は、うん、いやだってもう今ではねもう山形と熊本ってすごく仲が良くて、うん、山形と共にコラボのね、うん、商品とかも出したこともございますし、うん、もうそれも全て物近が通ずるものですね、うん、さようにござる、うん、全て官兵衛殿の策じゃ。さよう逆にお二方はそうですね、あ、印象ですか、それとも、うん、知らない一面でもいいんだよね。知らない一面、意外な一面、私だから事故を起こしたらやだ。第一印象はいいよ。官兵衛殿のやはり、天才軍師というイメージというふうに最上殿からおっしゃい申したが、演武前の、まあ、いわゆる統制でいうとルーティーンというやつを大変大事にされるところでございまして、確かに皆が多分想像できないことからすると昼毛を食べないんじゃよ、塩分の前。そうなんだ、私同じことを言おうとして。これ特徴的じゃよな。で、昼毛を絶対食べずに塩分を午後なされた後に、うん、ヨーグルト、あ、ちょっと言ってよいですか。ヨーグルトって3個パックのとかああいうちっちゃいのではなくて、スーパーとかに売っとるような1個何グラムですかね、大きなパックのあれを1回で召し上がるんですよ。開けて途中まで召し上がるのかなと思ったら必ず最後まで召し上がって30分後ぐらいにお腹緩くなってきたとかおっしゃったらあれ大体家族でシェアするやつだよね。いやなんかあれじゃない、要は筋肉痛と同じですよ。あ今日もいい心地いいみたいな、うん、それと同じで、うー心地いい乳酸菌が心地いい。でもちなみに黒田様から見て、うん、父上の皆様は知らないであろう一面とかございますか。いやないでしょあのまま。ない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 、だってもうオープンすぎてな。いやだって あのままだもん。確かにあのままよ裏でも、うん、まあでもね今朝も本当今日が最終日というにもかかわらず、うん、今朝の出発時刻もうみんな準備できとって、うん、みんながこう荷物を運んでカゴに乗ろうとしとったときに父上甲冑着とられんで私思わず父上出発のお時間ですけど準備できてますかって聞いたら、えもう出発って言うて父上今日最終日ですけどって言って、前日あのものがこの時間にしましょうって確認事項やったのにな。だそういった意味ではなんかあれですよね、独特の時間持ちすぎてるんだ。いたす清正時間がござりますよね。あの沖縄の人みたいな感じですわ。ちょっとな、多分時計の針がちょっと違うもんな。よく言われるね、沖縄の人をね失礼なこと言ってるわけじゃない、よく言われる。そういう、まあ、要はザ・ワールドっていうことだよね。やっぱなんか何かに夢中になられると、うん、もうガッと集中してしまわれるので、うん、横から話しかけてももう上の空、うん、全然聞いとられんし、なんかおったのっていうぐらいに多分、まあ、やっぱこうね独特の世界観を父上も官兵衛様もお持ちの二方だったんでございまするけども、うん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 、もうそろそろねお時間が迫ってまいりましたので、そうですよね、ちょもう一つですねツイッターでいただいていて、桔梗さんから質問ですと、ね応援していた方々が出立された後の心の穴はどうやって埋めたらいいでしょうか、うんうんうん、なるほど。まあ、こたびね、最後なんかこう言っていいのかわからないですけども、うん、まあ、私としては、まあ、泣く人もおるだろうし、うん、ね、笑顔で送ってくれる方もおるかもしれん、ね、どちらがいいとかないと思うんですね、うん、笑っていても泣いていても怒ったとしても、まあ、それは一つ、こたび出立する我らをできっかけになって心が動いてくれたっていうことじゃから、わしらにとってはそのね心を動かせたことに関して嬉しいことなんじゃから、うーん、そのね、まあ伝えるのであればそのものにはね心を動かす、要は感受性が豊かだから、きっと今はね抜けるのかもね、いろんな思いで抜け取るのかもしれんけど、絶対ね満たす何かができると思いますので、時を待てと言おうかなと思います、ね、日にち薬で少しずつ、うん、お主がないと自分に言いかけてるじゃないか今ここで仕切り直そうと思っとったんです。私はこうパッと切り替えようと思ってたんですよ、はいはいはい、もうすみません失礼いたしますでもね本当にお時間迫ってまいりましたので、最上様からまず皆様へ一言お願い申し上げます。はい、分かった。
まあ皆様へと申されたんじゃが、ちょっとわしは官兵衛殿にお話が。構いませぬ。官兵衛殿、おい、今までお疲れさんじゃったということで、わしからプレゼントでござる。ヨーグルト？違うわ。山形アイヌ武将隊の新グッズ、マグカップ。うわー、嬉しい。これを官兵衛殿にお渡しいたす。お納めくだされ。ありがとうござります。山形アイヌ武将隊の面々がプリントされておって、裏面にはアイヌ武将隊の新しいロゴが入っておるものじゃ。おー、物販部署でも販売しておるものなんじゃが、これをの皆でもっていつか、まあコロナが終わった後でもいいし、いつかの皆で乾杯したいなと思っての。飲むヨーグルトで。ああ、飲むヨーグルトで。うん、お腹が緩くなるまでヨーグルトで乾杯いたそうと思ってな。承知いたしました、うん、ちなみに電子レンジ OK じゃ。うわー、素晴らしい、うん、素材は備前焼きや越前焼きと同じ素材を使って。なるほど。官兵衛殿、それでいつか乾杯いたそう。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いただきました。物販ブースで売っとるよ、2000円じゃよ。よろしくお願いします。みんないつか乾杯いたそう。あ、うん、それでは最後に黒田様からリスナーの皆様と、そしてここにいらっしゃる皆様方へお願いいたします。おい、こたびこの電波線公開生ラジオということにござるが、わしがこのようにして皆の前で話すのは最後となります、うん、されどね、こたび今まで築き上げたものというものがわしにとっては大切だと思うております。だからこそこのね、みんなと共に築いた思い出、最後まで大切にこれから先も残していただければと思います。今まで本当にありがとうさんじゃった。お世話になりました。官兵衛殿、最上殿、誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おりましたのは神戸清盛隊のグッド神戸でございました。皆様改めましてこんにちは。加藤清正の娘ヤソにござりまする。おー、海がありがとうございます。モノノフの力ひねもすラジオ熊本、2コーナー目に入っておりまするけれども、改めましてひねもすラジオ熊本とは、ひねもすという言葉が一日中とか朝から晩までという意味がございまするので、この2日間
一日中頭の中を熊本城でいっぱいにしていただきたいという思いを込めて名付けさせていただいております。もう最終日と相なりました。モノチカ2023の熱気をラジオの向こうの皆様へもお伝えしてまいりまするので、ぜひ楽しみにこのお時間もお聞きくださりませ。なおトークの様子は FM791 熊本シティ FM にて生放送しておりまする。また電波が届かない場所にいらっしゃる方も FM791 熊本シティ FM の公式ホームページからサイマルラジオのバナーにアクセスしていただきますると、日本中どこからでもお聞きいただきまするので、ぜひご友人にも教えてあげてくださりませ。ということでこのお時間、ガチ泣きの後のヤソがパーソナリティを務めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。可愛らしい、もう目が真っ赤じゃないですか。いやでも、もう大丈夫でございます。大丈夫ですか？引いております。引いておりますか？今来られた方に失礼ではございませんか？いや違いますね。ここからはまた明るく、そうですね、元気に参りたいなと思いまして、お願いいたします。ご紹介させていただきまする、援軍に来ていただきましたのは神戸清盛大様でございまする。どうもどうも、ポンポンさせていただきました神戸清盛大四男智盛にございまする。はい、神戸清盛隊五男平の重平にございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。来ていただきまして、いいえ、お邪魔しております。びっくりしたよ、来たら泣いてるんだもん申し訳ございません、素敵な涙で。いや今日一日この感じでやらせていただきますので、ね、よろしくお願いいたします。あのラジオの向こうの皆様方の中には、はい、もしかすると初めてこのラジオ聞かれたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、改めて神戸清盛隊様の活動のご紹介もお願いできますでしょうか。はい、重平から参りますやれよたまには自分ではい、我ら神戸清盛隊はですね、平安時代より蘇った平家の、まあ、衆ですね、棟梁清盛様を筆頭に、嫡男重盛殿、そして、三男宗盛殿、四男智盛殿、そして五男重平、甥の敦盛、そしてわしらを呼び戻してきた祇園という、7人の、隊でですね、活動しております。まあ、神戸をね中心にこうやって熊本とかいろんなお祭りに呼んでいただいて、全国各地元気にしていくように努力しております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よう言えたなすごい言うたことないよなよう言えた言えた。もうご兄弟仲が良いということですね。まあね、もういくつですか、もうだってもう900近くなってきて、わしらもそうですね、もうね、まだ900歳超えておられるのは清盛様だけ。そうですそうです。なるほど。あの昨日ですね、大縄跳びをさせていただいたんですけれども、はい、800超えをこんなに飛ばすっていうなかなかの神戸殿 の、 あの足元クラクラでしたからね遠森殿。いや、あの実は先週ぐらいから熊本春を通り越して初夏の気候になってまいりまして、うん、今日ですね手元にある温度計で今 24.8 度を記録しておりまするので、皆様今日特に日差しも強いので、うん、熱中症に気をつけられてですね、楽しんでいただきたいんですけども、ステージとか立ってたらやっぱ気持ちいいもんね。いや風通しがすごくいいじゃないですか。確かにさようですね、風も気持ちいいし、歌ってたらまたこうやって広々とした空間で歌えるのがまた気持ちくて。あーねー、もう清盛大様といえば元気の出るパフォーマンス、もういつも元気な歌を聴かせてくださるので、もう私もいつもステージの下で飛んどります。おー、飛んでおるんですか。下で、いや上に、うわもう見ながらね楽しませていただいておりますけども。いやありがとうございます。ちなみに清盛大様は、うん、戦国パークは解禁賞ということでよろしいですか。そうなんですか。そうだわ、解禁賞ですよ。ありがとうございます。でも開幕の2017年が第1回だったんでございますけども、はい、うん、コロナ禍で2年できなかった以外は、うん、全部来てくださっておるということで。ですよね。でもわしらあの熊本好きすぎて戦国パークなくても毎年来てるんで。そうなんでございますよねえ、スロープできたって言ったらスロープ使って見にこうやって遊びに来るから。いやありがたいことで、あの実は私は蘇ってすぐコロナ禍に入ってしもうて、うん、戦国パークも一度もできないままでしたので、うんうん、全国の武将隊の皆様に初陣してから2年間お会いできてなかったんですけども、唯一、はい、熊本に来てくださった清盛隊様だけはそうお会いしとってあなるほど、わしと宗盛殿が遊びに来たのよただただあの熊本城を見に行くっていう、その時が、他の武将隊の皆様とお会いしたのは初めてで、うん、でその後にも
清盛様とかもツアーとかしてくださっていらっしゃってくださって、う、ね、もう私はね父上って呼んでるんですよ勝手に。ねえ、そうなんですか。昨日から東梁が父上だったら我らはなんて呼び、東梁、東梁も見てくれてます、ありがとうございます。我らは兄上と、さようでござります。わしは兄でいいんですか。いや、ちょっとねそこがシビアなとこでござりまして。そうなのよ、わし五男坊で、はい、このやっぱ現世戻ってきとる中では兄弟の中では一番下なんですよ。やっぱり、なるほど、まあ甥っ子っていうね、敦盛はいるんですけど。確かに。いや、私も実は加藤清正の第5子でござりまして、ここちょっと張り合っとるなと思っとって、ちょっとくそどうしたもんかなとずっと思っとるので、どうにか妹で納得できんか。じゃあこの時間の間ラジオのハッシュタグでひねもすラジオと、ひねもすはひらがな、ラジオカタカナでつけていただいて、どっちが上かをよかったらつぶやいてもらう。ぜひみんなに決めてもらおうか。はい、みんなに決めていただいて、今日それでもうその感じで帰りたいと思います。重平が兄か、はい、やそが姉か。どっち派かをつぶやいていただこうと思います。参加したいから、でもどうやって参加すればいいかわかんないので、もうなかったことにします。智盛殿からしたら、はい、どっちが上っぽいですか。私、ありがとうございます。それが正解かどうかわかんないですけど、ちょうどこことここの間にですよ。すごくしっかりされておりまして、それはそう。なので、もう全て任せられるっていうことから一つ上だなっていう。確かに、それはそう。いや、とんでもない。で、私はもう本当に清盛隊の皆様は熊本でお会いする以外にも全国の、まあ、その武将隊が集うイベント、うん、私初遠征は神戸でございまして、 はい、ありがとうございます。あの清盛様のお誕生日をお祝いする時に初めて県外の子も行かせていただきましたし、うん、別の場所に行く時にも必ず清盛隊の皆様がいてくださって、私特に昨年長野に短期で、うんね、もうあの月のものもおらずに、うん、本当好み一つで行ったんですけども。すごいのよ。いや、素晴らしい。一人だけ。いやいや、でもその時にやはり清盛隊の皆様がずっと面倒見てくださったので、もう私一番懐いてるんでございます。もう素晴らしい。本当大好きでございます。我らも大好きでございますから。ありがとうございます。その頃からですよね、父上って。正確には去年の11月くらいから父上と呼ばせていただいておりまして。いや、すごかった。確かにあの遠征はすごかったですよ。いや、もう楽しゅうございました。本当にかっこよかったと聞いておりますよ。本当にもうあの本当にね、皆様がいてくださったから安心して公務ができて、でやっぱり写真を撮ってくれるものがおらんもので、うん、全部清盛隊の皆様が写真も撮ってくださったので、あのブログに上がってる写真とかは全部清盛隊の皆様が手ずから撮ってくださったお写真でございますので。そうだったんですね。さようでございます。本当ありがたいことで、といったところで、あのお客人からたくさん事前にメールをいただいてるので、はい、ちょっといくつか読ませていただいてもいいですか。もちろんです、もちろんです。ではまずは、はい、お名前あきらさんから。清盛隊に出会って今月3日で丸11年になりました。お、今は毎月演舞を見られたり、うん、全員揃ってのお姿を拝見することもできず寂しいですが、今も活動してくださることが嬉しいです。ありがとうございます、うん、あ、ございます。これからも家族としてついていきます。重盛様大好きです。重盛様、おらんおらん、来とらんよ。重盛様大好きだそうです。最後の一分ちょっと抹消しましょうか。てかちゃんと、ね、わしと智盛殿が出ますってつぶやいたんですけど、あら、それよりか前に送ってくださってるかもしれない。なるほど、でもその前に、これからも家族としてついていきます。その中でも重盛様大好きっていうことだから、まあこの肩を持つわけではないですけれども、ああ家族なのでね。もう肩を持たないので、まあ、持ってあげてくださいませ。まあまあ、ええんちゃうか。ありがとうございます。じゃあもう一人読ませていただきます。メシオさんより、はい、ご兄弟ラジオ出陣おめでとうございます。ありがとうございます。声の兄、トークのうまい弟というまさにラジオにもってこいの夫人に、一体どんなトークを展開されるのかとても楽しみにしています。そして智盛様、おかえりなさい、うん、ありがとうございます。ただいま。はい、官兵衛様を押し通す2日間ぜひ楽しんでくださいとのことにございます。さっき
時神兵衛様が出とられた時、はい、チラッて覗かれませんでした？覗きました。目が合いましたよね。目が合ってしまってもうそうなんでございますけど、どうですか今日こたびはたあの出立に立ち会われるということで。そうですね、あの、はい、ご出立されるということで2日間復活させていただいて、またちょっ あの皆様のお目にかかることがちょっと不可かもしれないんですけれども、神兵衛様、清正様ご出立されるということで復活しましたので、その思いを胸に2日間楽しみたいと思っております。ありがとうございます。で本日ですね、あの神兵衛殿から大好きという言葉をいただきましたので、はい、あの先ほどここでもね、愛してるっていう言葉をお客様に言われてましたね、はい、ちょっとそれとは違うので、ちょっとあのまた違った対抗すんなよお客人にマウント取ってますよね大好きいただきました。その人よりも先にいただいたので、大事でございます、はい、やっぱ先に言われた方が本物かもしれ、ね、いやじゃあもうどっちも本物でございます。危ない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 叱ってくださりませんもう偽物などないない。さようでございます。もうね、こたびは、うん、あの新平様も出立に立ち会われるということで、はいはい、もう今日本当最終日ですので、うん、何かちょっと思われるところがあったらお言葉いただけますか。そうですね、本当に毎年来させていただいた時に、わしらがご飯だったりとか、ラーメン屋さんだったりとか、うん、あの紹介してくれるのが2人なんですよ。やっぱ清正さんとか神兵衛さんが美味しいところを教えてくれて、わしらがこう熊本を満喫できるようにしてくれてたので、うん、なんかやっぱりそういうのは寂しいですよね。一緒にまた酒飲みたいなとは思いますけど、まあそういう機会がねまたあればいいなとは思いながら、はい、まあ笑顔でね送り出していきたいなとは思っております。ありがとうございます。全然無理です。我は泣いてしまう。泣きますよ ね一緒に泣きましょう。泣きましょう、うん、一番は泣き笑ってるのが美しいんです。あーなるほど。多分うちの父上ですね、多分フィナーレ始まる前ぐらいから多分もう泣き始めるので、あれはねあれは泣くね泣きます。いや今朝もちょっと開幕のおーという時ちょっとうってなってましたもんね、うん、詰まっとりました。多分もうかなり胸いっぱいで、やっぱりねそりゃ、まあ、そうですよ。はい、もうかける思いがやっぱり強いですから、はい、この戦国パーク。そうです ねただ絶対お二人ともまたたまに天から戻ってきて飲んでくれると思いまするので、懲りずに熊本に遊びに来てほしいなと思いまするので。でございます。ちなみに熊本グルメで何がお好きですか。からしれんこんが辛かった。違う違う違うよ、はい、好きですかっていう質問でしょ。辛かったじゃないんですよ。好きなやつは何ですか。食べた感想じゃないんですよ。あれね、マヨネーズ少しつけると緩和されますので。本当ですか。ちょっとつけると美味しい、マイルドになります。なるほど。じゃあからしれんこんにマヨネーズをかけたものを食べてみたいということでいいですか。なるほど、はい、じゃあぜひ食していただいて、はい、重平さんいかがですか。おかしいよな、なんか前とか前日にまあまあ食ったはずなんですけどね熊本名物は。でもやっぱり馬刺し、あ、馬刺しが熊本のお醤油がその甘くてすごく好きで。さようですね、うん、そうそう、だから毎回いただくんですよ。甘口醤油、そうそう、わしらをアテンドしてくださった方が、ははこの醤油美味しいですよって言って、くれてるやつが、この年を重ねるにつれてね、アテンドする方変わるんですけど、はい、その方はねその醤油持ってきてくれる。すごい絆が醤油でつながっとるんですね。そうなんですよ、すっごく嬉しくて。保存食ですしね、長持ちしますので。そうですよね、やっぱだから神戸の方に帰っても熊本の醤油で熊本を感じれることですね。やっぱそういう嬉しいですね。ちなみに長野上田にご一緒した時、うん、ご一緒に馬刺しいただいたではないですか。食べたね食べたね。長野に行ってまで馬刺しを食べたいと言ってそう、でその時はお醤油が甘くなくて私びっくりしてしまって、その時に父上と重平様、あ、企業森様と重平様から熊本だけよお醤油が甘いのはと教えていただいてから初めて知ったんでございますよ。あ、そうなの。それまで知らなかったのでございます。県外のお醤油が辛いというのが、知らないです。そうですよね、もう甘いお醤油しか知りませんよね。
嘘つけよ神戸の人だろ友森殿が住んでる地域は甘くないはずですよ。醤油に味あるんですか？ちょっと待ってください。意外な発言でしたね、今ね。怖いぜ。そうなんだ。すごい爆弾発言。ね、本当並べて、味わってみてください。ぜひぜひ。全然違いますよ。じゃあやっぱり馬刺しは、私は甘いお醤油派なんですけども、うん、ぜひ皆様も食べていただきたいですね。うん、わしも甘い方が好きです。わ、ありがとうございまする。甘いんですね。はい、甘いますので、皆様ね、お話盛り上がってるんですけれども、はい、お醤油もぜひ味わっていただきたいんですが、先ほど覚えてますか？そうなんですよ。私気になっとって、ね、はいはいはい、アメカという野草姫がツイッター来ております。お名前がですね、ゆずきさんとお読みするんでしょうか。野草姫様が姉ですかね。なるほど、ゆずきさん、ありがとうございます。そしてさきりさんはですね、はいはい、年齢の順で野草姫様が妹でっていう。ああ、そりゃそうですわね。はい、そこは勝てない。400ぐらい違います。そうでございます。だってに800超えてないですよ、わしも。すみません、もう慶長生まれでござりまして、まだちょっとピチピチなんです。若い、若いわ。まだ徹夜ギリギリ大丈夫です。そしてもう一方、はい、咲夜さんは年齢順で、重平様が兄、八曽姫様は可愛らしい妹でいてほしいという願望もあります。なるほど。皆さんありがとうございます。わしが兄っていう意見、大体年齢絡んできますよね。そうですね、わしのこの性格とか見た目で兄っていうのが一個も聞こえてこなかったんですけど。残念ながらないすいません。じゃあもうでも2対1なので、うん、兄上と呼ばせてくださりませ。ありがとうございます。ありました、ね、やったやった、嬉しい。じゃあもうほんと神戸清盛大様に、はい、末っ子ができたということでよろしいでしょうか。本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。こんなしっかりした末っ子いてくれりゃ楽だわ。何でも任せてしまう。何でも任せるわ。びっくりしないでくださりませ。もう裏でびっくりするぐらいマイペースなのでございます。いや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 、こんだけ喋り上手い人いてくれりゃね、うん、めちゃめちゃ楽ですよ。いやいやいや、とんでもござりませんの。舞台に出たら一言も喋りませんので。喋ってくれ。喋ってくれ。ではでは、名残惜しくはありますけれども、お時間となりますので、最後に、熊本の皆様、そしてね、ラジオ全国で聞いてくださっている皆様がおられます、お二人から一言ずつメッセージを頂戴できますか。はい、解禁賞ということで毎年呼んでいただきありがとうございます。本当に熊本は大好きな土地で、食べ物も美味しいですし、醤油は味が違いますし。知らなかったですよね。勝手に思ったこと言うと。毎回毎回勉強させていただいております。これからもこのお祭りが続くように、このイベント続きますように願っておりますので、これからも神戸を呼んで、神戸清盛隊を呼んでいただき、また神戸に来ていただきたいと思っております。神戸清盛隊の友森でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本当にもう毎年のように来てるこの熊本なんですけども、やっぱ来るごとにすごく好きになって帰っていくので、本当に聞いて来てくださってる方もそうですし、こうやって聞いてくださってる方もぜひ熊本来て感じてください。それが一番やっぱり魅力が伝わりますので、ぜひまあ、熊本にわしはいませんけども、毎年一回来るときに来てくれれば、わしらも熊本楽しんでますので、ぜひ皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。本日このお時間は神戸清盛隊、平の友森様、重平様においでいただきました。誠にありがとうございました。ありがとうございました。
昨日に引き続き今日も午前11時から公開生放送でお届けしています。熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうもののふの力、会場となってます熊本城二の丸広場からお届けしています。もうたくさんの皆さんにね11時からお越しいただきまして、麻生姫様がもう涙涙でね今日はお話しくださっていますけれども、島津様も今のお時間ね、あの神戸の清盛隊の皆さんお越しでしたけれども、はい、その間ちょっと外を見ていたらかなり囲まれてらっしゃいましたね。いやいやもう外でね、わしなんかに声かけてもらってもう強烈至極にござるよもういえいえいえ、まあ、私のお隣に先ほどまで麻生姫様いらっしゃったんですけれども、はい、ちょっとですね今日もね昨日に引き続き昨日よりお客人多いですよね。いやもうお天気にも恵まれてそろそろのお昼時でお客人がだんだん増えてまいりましたな。そうでしょう、本当にね2日間行われて、まあ、最終日ということもありますので、どちらに麻生姫お越しなんでしょうか。麻生姫様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 、私の言葉がかなり回っているんですけどね、大丈夫ですかね。遅れてどころか何回も聞こえてリピートされてますけれども大丈夫ですかね。はい、じゃあ改めましてお願いします。はい、それではわらべ遊びの広場の方にリポートに向かわせていただきたいと思います。今わらべ遊びの広場にはすでにお子様の行列ができておりまして、フォトフレーム作りと題しまして、熊本城の天守閣から地震の際に落ちてしまった瓦をフォトフレームの周りに糊でくっつけて自分のオリジナルフォトフレームを作っていただくという遊びの広場、それから三角灯籠制作ワークショップなんかもあっております。灯籠の方はですね、灯籠に好きな絵を描いていただいてそれを貼って灯籠を自分で作るというところなんですけれども、どうでしょう、今遊びの広場にいらっしゃるお子様、もしよかったらちょっとインタビューなんかしても良いでしょうか。良いですか。はい、それではこんにちは、こんにちは、こんにちはって言えるかな。ちょっと恥ずかしいの。おはぎに今日はいかがですか、わらべの遊び場参加されて。はい、子供もすごい楽しんでるので私も嬉しいです、はい、お母気味がね、子供さんも楽しまれとるので嬉しいということでご感想いただいております。ありがとうございました。お邪魔いたしました。で、熊本城にまつわる家紋やからしれんこの絵なんかがプリントされたあの紙の方に好きな絵を描いてですね、自分で後から中に明かりを入れると灯籠になるなんて素晴らしい制作ワークショップやっております。で、お隣の方も小さなお子様が手を振ってくれて瓦のフォトフレーム作り楽しんでおられます。皆様楽しいですか。うん、うんと大きなお返事いただいております。すまんな、まだやっとらなかったよね。今からじゃよね。はい、 ありがとうございます。おはぎみ、今日はこちら初めていらっしゃりましたか。熊本城にはよく二の丸もよく遊びには来てる、賑わってて楽しいです。ありがとうございます。今日にぎわっててですね、楽しんでくださっておるというところで、わらべの、あの遊び場もぜひ満喫してくださりませ。で、こちらのワークショップの広場はもう参加無料となっておりまするが、なんとお時間は夕方16時までとなっております。本日最終日ですのでお時間内にぜひ参加していただければと思います。なお1日限定100組様までの体験となっておりまするので、今日はですね二の丸広場大変人出が多いので皆様お急ぎになった方がよろしいかもしれませぬ。そしてちょっと私の私情なんですけれども、後ほど13時よりものちかツアーというのをね、お子様とご一緒に熊本城普段入れない商店主の中までご案内するツアーもさせていただきまするので、ご参加予定の方がいらっしゃればぜひ楽しみにしていただければと思います。そしてお城の二の丸広場にはさまざまなブースが出ておりまして、全国13団体集まってくださった各地の武将様方からの、まあ、活動しておられる拠点のところからもブースが出ておりまする、ね、各地の旗が立っておりまして、とても華やかなにぎわいを見せております。あら、ちょっと止まらせていただいて失礼つかまつります。これはこれは松井沖永様ではございませんか。こんにちは。こんにちは。今何をしておるんじゃ姫。はい、ただいまラジオの生中継中でございますので電波線にお声が乗っておりますが、
初の熊本城で会おうモノチカのご感想一言よろしいですか。誠に楽しい祭りだ。ありがとうございまする。楽しんでおられるということで、この後も満喫してくださりませ。ではお客人もね、たくさんお写真撮って楽しんでくださりませ。また二の丸広場にはキッチンカーも出陣してくださっておりまして、今見えておるとこだけでお車がね6台来てくださっておりまする。お肉、熊本の美味しい赤牛を使ったご飯じゃったり、阿蘇の方からあですね、ソフトクリームなんかも出ておりまするよ。このやっぱ今日はね25度ぐらいもすでに行っておりまして、大変暑いので、ぜひ美味しいソフトクリームなんか食べていただくのも良いのではないでしょうか。他にも熊本県下の美味しいものを味わっていただけるキッチンカー多数出ております。キッチンカーの後ろの方からは熊本城の大天守、小天守、そして宇土櫓を背にお写真も撮っていただけます。本日は大変お天気が良く、この後もお天気が崩れる予報はございませんので、満喫していただいて、我ら熊本城おもてなし武将隊とともに10周年を祝う企画、楽しんでいただければと思います。そしてこの後も催しまだまだ続きまするので、ご来場できておる皆様どうぞ楽しんでくださりませ。ラジオの向こうで聞いておられる方は、ここからのお時間、島津様パーソナリティに戻りまして、コーナー繰り広げてまいりまするので、どうぞお楽しみといったところで、スタジオにお返しさせていただきまする。よそ姫様ありがとうございました。ご苦労さんだった。島津様ね、我々の目の前にもキッチンカーが見えますけれども、いやもうええ香りがさっきからもう、そして大行列ね、お昼時ですから皆さんね、美味しいものと一緒に味わっていただければね、この雰囲気楽しんでいただければと思います。昨日から引き続き2日間、行っております熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうモノノフの力、会場となっています熊本城二の丸広場から公開生放送でお送りしていますモノノフの力、ひねもすラジオ熊本です。島津様、はい、一戦終えた方がですね、このブースに今日やってきていただいてるんですよ。今我らとよりも先駆けて戦を終えられたとそうなんです。何の戦かちょっとね聞いていきたいと思うんですけども、気になりますね。気になりますね、このお時間はですね、株式会社トヨタレンタリース熊本、熊本新幹線口店の山本剛さんにお越しいただいています。山本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。山本さんの戦というのは、朝から野球をしてきますなんとこれはもうお疲れではないんですか。でも声出しをバッチリしてきたので大丈夫。逆にウォーミングアップバッチリと。そうですね、そのために、野球の試合をしたわけじゃないと思うんですけどもね、このブースにも来ていただきましたが、あの会場内に車があったんですけれども、こちらは今ご紹介した、株式会社トヨタレンタリース熊本さんから持ってきていただいているものなんですよね。あ、そうです。今一番おすすめの新型プリウスをお持ちさせていただきました。島津様、新型プリウスいかがでしょう。いやー、これも写真見るだけでかっこええ、鉄かごじゃこれわしも乗りたいこれそうですね、わしがこれから出てきたら島津だってなるんだけどこれかなりね貫禄が増すと思いますけど、新型に乗っとるって乗っていただきたい、乗っていただけるという話題をね、今日は山本さんにしていただくんですが、野球の試合をしてこられましたけれども、普段のお仕事についてまず教えていただけますか。はい、私たちトヨタレンタリース熊本は熊本県内14店舗にてレンタカーカーリースの事業を行っております。私が勤めておりますトヨタレンタカー熊本新幹線口店は熊本駅より徒歩3分の場所に店舗を構えております。年中無休で営業しており、県外また国外から熊本へお越しいただくお客様を熊本の窓口としてお迎えさせていただき、皆様のご旅行、お仕事の移動をレンタカーでサポートさせていただいております。今日もこの会場にもね、県外からたくさんお越しですよね、ジュマン様ね。ねえ、もう本当にな、これにわしも乗れるんじゃな、そういうことは。そうなんですよ。そしておすすめの車というのが先ほどからご紹介いただいているこちらですよね。そうですね、先ほどおすすめさせていただきました新型プリウスです。トヨタレンタリース熊本では2月18日より20台新型のプリウスをレンタルを開始しております。今までのプリウスよりも静粛性に優れ、走り出しもスムーズな車両です。また市場でもあまり出回ってない車両でもあるため、公道を走る際も非常に注目を浴びるスタイリッシュな見た目になっております。
ちょっとしたドライブやお仕事など様々なシーンでも活躍すること間違いなしです。本日もこのイベント会場に新型プリウスを展示しております。ご来場の多くのお客様に立ち寄っていただいており、皆様の注目度の高さが伺えます。進化した新型プリウスをいち早く皆様へ体感していただきたいと思っておりますので、ぜひお近くのトヨタレンタリース熊本へお越しください。あの山本さん、テレビがつながってたんですけれども、はい、プリウスに あれも給電車になっておりまして、家電であったりテレビなどもつなげるような車になっています。そう、すごいですね今のカゴは。ね、やっぱりいざという時に電気が使えると、この災害とかあった時もですな、そうですね。ただこの車に乗ってね、島津様はあのこう熊本城に来る時に出勤で使いたいとおっしゃってましたけども、注目を浴びたい年頃なのでもね、これから気候も良くなってきて、今日も本当に気持ちのいいお天気ですが、はい、山本さん、おすすめのドライブコースってありますか？はい、私の地元でもある阿蘇西原村には、美味しいランチや食後のデザートを食べることができるお店が数多くあります。その中でもエビカツのお店であったり、熊本の和牛を食べることができるお店がおすすめです。お腹を満たした後は高森にある上式見熊の今神社に行き、大自然に囲まれ神秘的な空間を満喫してみてください。映画の撮影現場やアニメの舞台にもなっておりますので、海外の方にも非常に人気のスポットになっております。いいですね、ドライブこれから。いやー、高森とかええなー、美味しいものもたくさんありますからね、さらにトヨタレンタリース熊本では、まあ、現在 PR して皆さんに知って おいていただきたいことがあるんですよね。はい、はい、現在トヨタレンタリース熊本では多くのお客様に便利でお得にレンタカーをご利用いただけるトヨタレンタカーアプリをおすすめしております。また24時間お好きな時間にご利用できますトヨタのカーシェア、トヨタシェアも熊本県内で拡大しており、多くのお客様にご好評いただいております。こちらもトヨタシェアアプリのご利用をお勧めしております。またトヨタレンタリース熊本では公式インスタグラムにて熊本県内のスタッフのお勧めしたいご当地情報を発信させていただいております。ガイドブックに掲載されていない熊本のご当地情報もたくさん発信しておりますので、ぜひトヨタレンタリース熊本のインスタグラムをチェックしてみてください。便利ですね今は本当にね。アプリもあるんですか？24時間いつでも好きな時間にっていうのすごいよ。いつ何時熊本城に来なきゃいけなくても大丈夫ですよ、ね、早起きしなくても鉄カゴがあるから大丈夫ってなります ね、 そうですね。ぜひご利用ください、島津様も。では最後にラジオの前の方へ、山本さんからメッセージをお願いします。はい、本日のイベントは県内外から多くのお客様にお越しいただいておりますが、熊本県内では熊本地震をはじめとする自然災害やコロナ禍による、移動規制によってここ数年は県内観光地の寂しい姿を目にしておりました。今日は熊本のシンボル熊本城がこんなに賑わっている姿が見れて大変嬉しく思います。今回初めて熊本へお越しいただいた方も、ぜひこの熊本の魅力を体感していただき、またこの武将隊に会いに熊本へお越しいただけると思っております。その際の移動はぜひトヨタレンタリース熊本をよろしくお願いします。はい、しっかりとね今日お話もねブースで聞いていただけますのでお立ち寄りください。この時間は株式会社トヨタレンタリース熊本、熊本新幹線口店、山本剛さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがいい声でした。ありがとうございます。
さあ熊本城二の丸広場から生放送でお送りしておるひねもすラジオ熊本、今お聞きいただいた曲は上田信州上田おもてなし武将隊のテーマ曲ともなっている出航凱旋真田丸ということで、さあそしてこのお時間お越しいただいておるのは、はい、信州上田おもてなし武将隊猿飛佐助殿でござる。どうぞよろしくお願いいたしまする。さあいきなり太鼓から始まりましたね。そうですね、サスケの武器でございまするゆえ。ね、そして私はあれが気になるんです、はい、島津さん。あ、ほんとじゃ、このワンコが今置いてあるんですが武将ワンコというものを我らブースにて、はい、販売しておりまして、実は今回島津様のなんとワンコを持ってきております。なんとそしてこの島津様のワンコ、はい、島津様にご献上させていただきまする。え、良いんですか。どうぞどうぞ。あ、背中にそして本当だ、丸に十字をわしの家紋が、はい、当てがわれておる。すごい、よしよしよしちょっとペロッと舌が出てね。そんなに舐めるな。よし、いやありがとうございます。サスケ殿の形がない、はい、皆さんもラジオで伝わりづらい確かにいやすいませんな、ちょっとわしも昔は猫好きだったんじゃけども、いや、はい、ワンコも可愛いな。ありがとうございます、やっぱりの真田の南々はわしと同じ西軍じゃから接しやすいな、はい、これそうでございますね。もうぜひもうこの時間は、はい、まあ、スナックチェストと題させていただき申して、はい、もうわしが店主を務めるスナックにもう気軽に立ち寄ったみたいな感じで、もうざっくばらんに話していただいて、ありがとうございます。お酒は出ないお酒はですな、わしらのトークで酔っていただければと、はい、あ、そういうことでございますね。そういう感じでございます。あ、そうなんですね、はい、もうぜひぜひもうよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。2日間会ってますけれども、いかがですかこの今日ね、雰囲気は。そうでございますね、やはりこれだけ晴れたのが素晴らしいございますね。雪村様が晴れ男でございますが、なかなかここの地では雨にだいぶやられて、おったと。いや、今日はもう晴れておるから、もう雪村殿の鉄線がバサーっていうのがもうすごい響きて、そうですね、あの方の長い十文字ありと鉄線の音でどこにおるかがすぐ分かりますので、うん、我々家臣どもも見つけるのがとても楽でございます、はい、雪村殿といえばやっぱ兜もね特徴的なので、そうですね、鹿の角の兜で、鹿が神の使い手と言われておりまするゆえ、玉よけは矢よけのためということでつけておりまする、うん、やっぱもう兜があるっていうわし羨ましいんじゃよな、やっぱり。ああ、そうでございますか。まあ、うちの熊本城おもてなし武将隊は、はい、あの清正公がこの、はい、ね、こう長烏帽子なり兜というもう長い兜で長く頭がなって、まあ、あれが特徴的なんじゃが、はい、まあ、我々の隊で被ってるのは清正公のみということで、兜あるの羨ましいござるな。そうですね、この六文銭もちょっとラジオだと分かりませんが、サスケがいつも額につけている六文銭、はい、こちら自体も雪村様からいただいた、はい、前の兜についていた六文銭でございます。なんとやっぱり授けられたわけですよ。会場になんと山形愛の武将隊の直江殿が、直江様、あれが一着や。直江殿またね、あの、ちょうどね、直江様ね、ご出演いただきますので、はいはいはい、一緒に盛り上げていただければと思いますが。前に集中。やっぱりの真田家といえば六文銭の、はい、やはりこの自らの志を兜にしたためた家紋でござるからな、はい、実際にそれをいただいたものをつけておりまするゆえ、その覚悟で日々戦っておりまする。もうたとえこの戦場が、まあ、死に場所になったとしても、これがあればの、はい、三途の川を渡れるといった意味合いでござったかの、はい、そういうことでございますね。いつ死んでも悔いはないという真田の心意気がここに現れてると、はい、そういうことでございます。ラジオで打ち死にしないようにですね、はい、しないように頑張ってまいりたいと思います。お願いします。あの信州上田おもてなし武将隊の皆さんの、はい、まあ、活動の、ね、まあ、メンバーというか、あの、はい、他のお仲間ですとか活動の拠点というのをぜひ、はい、あのね、今日初めてという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんので、うん、はい、改めてご紹介ください。はい、信州上田長野県上田市より参った我ら武将隊でございまして、拠点は日の本一のお城とも言われる上田城、二度も徳川の大軍を将軍が勝利したと、とても珍しき実際の経験もしているお城の下で我ら武将隊活動しております。メンバーといたしますと、雪村様を含め、あと真田重勇士、
知っておりますかね皆さん、真田十勇士。十勇士なかなか十人、あ、島田様言えますか。わしはもちろんもう、はい、こちらにいらっしゃる猿飛佐助殿、はい、猿飛佐助、霧隠れ才蔵殿、霧隠れ才蔵、はい、二人目、ゆりかまのすけ殿、はい、三人目、伊佐入道殿、おお、四人目、今日来ておるものの、望月六郎殿、望月六郎、はい、五人目、あと五人、うんの殿、うんの、うんの、あ、うんの、はい、あと四人、今日来ておるものの小さき、あ、小さき、ねずじんぱち殿、ねずじんぱち、あ、はい、あと、穴山、こ、こす、こすけ殿、穴山こすけ、そこまで言った、あと、三好、正解入道、はい、あと、誰言ってないんだ、あ、霧隠れ才蔵殿は言ったから、誰言ってないかも分からなくなっちゃう、いや、分かるけども、これ誰を言ってないのかが、10人、わしの頭の中が、才蔵、三好、伊佐入道、三好、正解入道、あとは、かけ、はい、かけ、10人言えましたね、ありがとうございます、さすが、さすがでございます、島津様、さすがでございます、有名な家臣が多すぎて、わしだったら覚えられないかもしれない、そうですね、はい、その10名と、あと忍び2人、ゆえんとひふみの13人の武将隊でございまする、月に一度は、上田城で全員の演舞を1時間、無料で、行っておりまして、その際には他のものも出てきて、歌ったり踊ったりお芝居あり、うん、そして上田の良き情報を、来るお客人の方々に伝えている次第にございまする。いやー、わしまだの上田の地に訪れることがこの当世ではまだござらんで、はい、あ、そうでございますね、うん、もう近いうちいつか行ってた、必ず行きたいと思っとるんじゃよな。ぜひぜひ、ね、秋には勝ち時という我ら武将隊の、はい、祭りを行っておりまして、その時にはね、最初が官兵衛様と清正様、この度 ご出立するお二人が、で、その次誰でございます、細川様も来ましたね、あ、多道家殿も行きましたね、はい、上田に、はいはいはい、上田に来ていただきまして、で、この前が、昨年は八十姫でございます、八十姫様が、はい、お越しいただきまして、おっしゃってました、なんか馬刺しを召し上がったという話を、はい、あ、そうでございます、先ほどされてましたよ、実は信州上田も馬刺しが有名でございまして、どうだろうね、その上田の近くに望月という地があります、まあ、あの六郎の名にもある望月というところが、馬がとても昔からよく育った場所でございまして、はい、その場所の意味もあるゆえに、とても馬刺しが有名でございます。馬肉そばとか馬肉うどんとかも有名でございますね。本当にこういう熊本と長野という遠く離れた地でも、馬肉を食すという食生活がこう似てるというのがすごいですね。そうでございますね、拍手が、ただやはりここ来て思ったのが、熊本の馬刺しの方が美味しい。あ、いや、そう、上田の人聞かないでください、今の上田の観光の方聞かないでください。いや、びっくりしたんですよ、そうですね、この熊本の馬刺し、あ、こんなに種類馬刺しってあるんだっていうぐらい部位で、あ、なるほど、たくさんあるなと思いまして、縦紙とかの赤紙とかいろいろの、はいはいはい、ね、とかね、人によってこう好きな場所が違いますからな、部位が合わせて食べたりとかしちゃうんですよ、はいはい、そうですよね、うん、上田、もうほぼ一種類です、あの赤身だけですか、赤身のみぐらいですかね、あ、なるほど、なるほど、はい、あ、昨日、こちらに来ていただいた陣八殿も、熊本で馬刺しをぜひ食べたいと言って、うん、はいはい、聞いておりました、秀吉様がおごりますよという約束までしましたけど、はい、でも秀吉様今日見てないんですよね、あ、そうですな、秀吉様はそれに3月いっぱいで天にお戻りになってしまうので、次会えるのかな、あ、ちょっとあと3週間ぐらいの間におごってもらわないとそうですね、どうにか、はい、どうにかは短期間ですね、手配して、はい、大八様に、メッセージもね届いてます、あ、はい、大変遅ればせながら、いただいた飯尾さんですね、ありがとうございます、10周年おめでとうございます、皆さんも10周年、はい、そうでございます、ありがとうございます、おめでとうござる、ありがとうございます、10周年迎えまして、うん、2012年から、活動しております、2012年4月からですね活動しておるの、今年度で10周年ということでございまして、我らの方でもいろいろとイベントをいたしました、まあ、八十姫様もその勝ち時の時のディナーショーに出ていただきまして、ディナーショー、はい、ディナーショー熊本城ないですよね、ディナーショーまだ
わしらもクリスマスのイベントでやったことはございますが、でもなかなかやっぱこうやっての武将がいる前で夕げを豪華な食事をしながら、しかも演舞やパフォーマンスがご覧いただけるってすごいぞ。はい、そうでございます、贅沢な一夜。もう時間いっぱい皆様にもいろいろと参加していただきまして、ちょっとした苦情がありまして、皆様いろいろやりすぎて全然ご飯食べれなかったって。なるほど。いつ箸を進めればいいんだと。上田の良きね、食べ物たくさん出していただいたんですけども、なかなか食べれなかったと。はい、ぜひね、またね、そういう風に方はぜひ上田に来てまたゆっくりと食べていただければなと思いますね。勝ち時の話題もね、いただいていて、素敵な絵巻を展開され、はい、それ以外でも元気に派手に楽しませようと駆け回る重油師の皆様、これからも長くかけていってくださいというメッセージ、ありがとうございます。はい、そして影助さんからもですね、はい、寒さから一時の解放かと思いますが、うんうんうん、体調を崩されませんように、熊本を満喫してくださいというメッセージ届いてます。暖かいですね。上田もやはりこの時期はまだ寒いんですか？まだ寒ございます。あ、もうね、マイナス、マイナス、なんと、はい、マイナス、本当に1日中マイナスの日があります。はぁ、じゃあ、今サスケ殿はもう完全に腕を、はい、もう露出したね、もう。はい、この格好でなんか一切入れられません。あ、なるほどなるほど。無理でございます。普段はじゃあ違うんですか？普段は、はい、ちゃんと着ております。現世の良きこう電熱ベスとなるものとか、はい、着てしっかりいないと少々生きてけぬ世界でございます。これもうちの南條元清が上田のその勝ち時ですかな、こちらに出陣させていただいた数年前でござるが、もう熊本の感覚で装備いでたちを準備していったら、上田に行ったら寒ってなって、ちょっと風邪気味になって戻ってまいりましたよ。はい、毎回上田の冬を甘く見たらいかんというこの寒さを、熊本の方々という時には必ず厚着してきてください、上に着るもの必ず持ってきてくださいと、ね、もう念には念を押して、風邪ひいてしまうとね、困りますのでね、はい、とても寒いございます。皆様にね、こう質問が届いている中に、はい、春を感じる瞬間でどんなところですかとあるんですが、もう熊本なんで、先ほどこの界隈で梅の花も散り始めてたんですよね。はい、むしろ散り始めて、もう間もなく桜の時期に切り替わりますからね。早いですね。上田はいかがなんでしょうか、春を感じる時っていうのは。春感じる時、上田におきましては、上田城の露頭桜というのが一番先に咲く桜でございます。露頭桜、はい、はい、これが残念、去年、昨年、一昨年かな、雷に遭ってしまいまして、あら、もうその時サスケも城内にいたんですけども、ものすごい雨とものすごい音でびっくりいたしまして、で、よくよく見たらその露頭桜が雷に遭ってしまったと。あら、ですが横から新しく芽が生えてまいりまして、今でも元気に育っております。その桜が咲くとやはりちょっと、ああ春が来たんだなっていうふうに感じます。まだまだ少し先ですか？そうですね、もう少々先になりますな。まあ4月終わりぐ…じゃあ3月終わりだ、3月終わりぐらいに露頭桜が咲き始めるかなと思いますね。ソメイヨシノとかが咲くのは もう少し後になる、もう少々後になりますね。一応4月3日が開花予想と上田城はなっております。熊本で少し後になりますね。そうですね、2週間ぐらい違いますね、やっぱりね。はい、やはりそうでございますね。熊本で桜を楽しんだ後に上田に行けば長く桜が楽しめますね。そういうことでございます。ぜひね、上田城の桜千本桜祭りという祭りも行っておりますし、約千本の桜が、お、はい、咲き乱れまする。千本も咲いてるんですな。千本、おそらく千本、千本ぐらい。まあ千本桜祭りって言ってます。千本あります、千本。雪村様がいつもおっしゃってますが、やはりお堀の水に映った桜、夜桜でございますね。それを見ると2000本に見えると。あ、なるほど。とても良き桜に。映せば倍になると。はい、ぜひ夜桜まで一緒に楽しんでいただければなと思います。そうですね、熊本でも美味しいものきっと召し上がってるんじゃないかと思いますが、はい、熊本の方、まあ、全国の方が上田に行って馬刺し以外でこれをというご当地グルメがあれば、ぜひ。そうでございますね、やはり美味しいもの上田もたくさんありますが、信州と聞くとやはりお蕎麦、ああもう有名ですからな、はい、信州蕎麦はイメージされますな。で、信州お蕎麦の食べ方少々変わっておりまして、お蕎麦につけるものとなりますと、やはりわさびとか、ああそうですね、イメージつきますが、信州人なんと七味を使います。七味をかけながら
冷たいやつにでもですか？そうでございますね。七味を。七味。おお。はい。信州長野県長野市の方に八幡屋磯五郎さんという七味老舗の七味屋さんがありまして、そこでその良い缶をブリキの缶で七味の缶が売っておりまして、それをお蕎麦にかけて食べるというのが粋な食べ方、信州の食べ方でございます。これはもう熊本にはないですな、はい、ぜひぜひね食べてみていただきたいなと思います。あとは今日も持ってきておりますが、ブースの方に、はい、追いだれ、あ、出ました。追いだれ今日もね伺いましたね、はい、追いだれ、美味しいタレと書いて追いだれでございますが、追いだれ焼き鳥というのが上田の B 級グルメでございます、うんうん、追いだれの意味はあれ、大八様陣八はおっしゃっておりましたか？いや、私以前この戦国パークという催しで、はい、上田さんのグルメを紹介させていただいた縁がござって、追いだれ3つの意味があるんですよね。3つの意味、はい、3つの意味。おお、この追いだれ、後から追いかけるようにかけるという意味の追いだれという、はい、そうでございます、うん、というのが一つの意味と、あ、出てこないのでお願いします。これ仲のいいみたいな、そういう意味があるございますか？方言で方言で、はい、親しい人を呼ぶときに、お、追いだれ、おおいだれおいだれ、それ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 という方言が加わっております。で、名前の通り美味しいタレという意味のおいだれと、さすが島津様、全部覚えてていただき、おお、あ、ありがとう、あ、皆様拍手ありがとうございます。いつまで覚えられますよ、わし歌詞の頭でも、はい、そのおいだれが、焼き鳥を食べる前にかけると、はい、かけて食べるっていうのがこの上田の食べ方でございます、うん、ニンニク醤油のとても美味しいタレでございまして、うん、そのお店お店で作っておるので、とてもいろんな場所でいろんな味が楽しめます。ニンニクが効いてて少し辛かったりとか、あと信州といえばリンゴでございますね、うん、はい、すったリンゴを入れてて甘くできていたりとか、はい、いろいろなものがお賞味いただけまするゆえ、こたびはその追いだれタレを持ってきております。もう昨日で半分以上売れてまして、なんと今まだあるかどうかが怪しゅうございますが、気になる方はぜひぜひ上田のブースの方まで入っていただければと思います。この追いだれ、実はわしも前の戦国パークの時にもおそらく販売されておったのを、もう気になりすぎて買い物して、はい、ありがとうございます。もういろんな料理にもサラダとかにもいけますもんな。ああ、そうでございますね、何にでも合いまするゆえ、うん、もう誠もご飯が進むお肉にかけると、ぜひぜひ熊本の南なまだ食したことない方、上田さんの方で追いだれぜひご購入くだされ、ぜひよろしくお願いいたしまする、ね、先ほど紹介いただいたワンちゃんもね、はい、いるです。もっとグッズもたくさんありますよね、ブースにはね。はい、ブースの方に、うん、こたび私しておりませんでしたが、武将隊のマスクも売っておりまして、はい、3つ個包装で1つずつ入ってまして500円、うん、こちらも我らの望月六郎が一人一人のマークをデザインしておりまして、そのやつがプリントされておるマスクでございます。あと10周年のマフラータオルや、はい、あとリストバンド、皆さんしてますか？リストバンドありますか？あ、してくださってる、こちら赤い方でございます。赤い方、上田さんの、はい、赤い方見えませんね。見えないということは、うん、あ、今から買いに行っていただけるということでございますね。あ、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。いろいろと他にもたくさん、あとなんかこたびいつも必ず売れるものが意外と売れてないみたいで、うん、一粒栗とかとても美味しいお菓子があるんですけども、うん、栗が丸ごと入っている、うんうんうん、とても高級なお菓子が一個丸ごと、はい、びっくり、毎回いろいろなとこ、あ、ちょっとね、よかった、暖かくなってきたから、はい、寒気がきましたね、今ね。そうでございますね、はいはい、びっくりいたしました。熊本でこんなに寒くなるとは思わなかったですけどもまあその一粒栗、はい、言ってますので、結構皆さんね、10個とかほうほうたくさん買って帰られる方がいて、本当にすぐなくなってしまうんですが、やはりね、この武将隊のイベントということで、皆さん武将グッズはどん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 売れていくんですが、なかなかそこに目がいかないみたいですので、ぜひそのようなものも売ってますのでね、うん、ぜひお買い求めいただけると。今であればもうまだ後期ですな。はい、そうでございます。まだ10個いけますよ、今。10個いけます。今なら10個いけます。あとミスズアメとかもね、いろいろなものありますので。ミスズアメ知ってますか？ミスズアメってどのようなアメですか？アメだと思いますか？アメだって言ってるのアメではないんですか？アメではございません。これもまたびっくり、うん、これも上田のメーカーでございまして、ほうほうほう、はい、ゼリー状のもの、グミとゼリーの間みたいなものをオブラートで包んであって、それを一口で食べれる、はい、いろいろな
果物の味がしておるものでございますので、ぜひぜひそちらの方もご賞味いただければと思います。ありました。ブースにはね、美味しいものも届いているということですので、はい、うん、ブースにもお立ち寄りいただければと思います、会場の皆さんには、はい、では最後に一言、皆さんとラジオの前の方にサスケさんからいただけますか。こたびはこのような機会、ありがとうございまする、新州上田おもてなし武将隊10周年、そして熊本城おもてなし武将隊も10周年ということで、これからも頑張ってまいりまするゆえ、どうぞよろしくお願いいたします。また武将ワンコぜひぜひ、はい、島津様のワンコもおりまするゆえ、うん、他の武将隊のワンコもありますので、ぜひぜひブースなり新州上田に来た際にも一緒に連れて来ていただければと思いまするゆえ、うん、どうぞよろしくお願いいたしまする、うん、買ってほしいワン最後まで寒かったですね、すいませんね、はい、新州上田おもてなし武将隊からサルトビサスケ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。よさあ、お聴きいただいておるこの曲はモンキーマジックのただありがとうということで、実はこれとある武将の方からリクエストいただいた曲ということで、その武将様をお呼びしたいと思う。山形愛の武将隊直江兼継殿がこの時間お越しでござる。いやー、会場みなみな、そして島津殿、これどこでスイッチじゃ。今入りました。あ、今一度会場みなみな、そして島津殿、山形愛の武将隊直江兼継である、拍手じゃよっ直江殿。いやー嬉しいのそしてな、はい、島津殿、はい、わしが来るということは、あれなあ、なんかあのなあ、あれ俺外部の方がちょっとわかるか、みなみな、ハッピーセットってあるじゃろなあ、アンハッピーセットもあるわけじゃよ。まあまあかけるがよい。あれがアンハッピーだ、まさめるであるぞ。これスイッチ入っとるろ、入っとる。なんと会場に伊達武将隊の伊達政宗公がいらっしゃってくださいました。いや、ありがとうございます。なんだか上杉家中のうるさい声が聞こえてきたから、いやクレームを入れてやろうと思うて。いや、だから今日だけは島津殿、はい、わしちょっと安心しておるんじゃよ。ほうほう、そういうとも戦国時代きってのカリスマ武将伊達政宗を、はい、今回は西軍多めじゃから、さようでござるな。数では2対1でござるな。2対1、戦は数ではないんじゃ。ああ、戦場では後ろ姿ばかり見ておったから分からなかったけれども。始まりましたよ。うるさいうるさい。始まりましたよ。ということで、島津殿、進行お願いいたします。もう、あの、伊達政宗公にもお越しいただいたわけでございます。まずは、うん、お聞きしたいのが、あの、先ほどのリクエスト曲は、うん、これ、モンキーマジックのただありがとうということで、うん、これをリクエストされたのが直江殿ですな。さよさよさよ。もちろん、あの、伊達殿もおるから、ご存知の通り。モンキーマジックは仙台な。はい、ということで、仙台同じ東北の始まってるんですね、武将と。いや、武将じゃない、東北のミュージシャンということで共に飲んだことがあるわ。あ、ほんまにおー、ほんまにと言ってしまった本人、そうかその西軍が。で、実はの、はいはい、このただありがとうという、はい、その歌詞の中にいろいろ出てくるんじゃけども、さまざまな気持ちがある中でただシンプルにありがとうと言えるというのが実はすごく幸せなことなんじゃないかなと思って、で、こたびは熊本城おもてなし武将隊なんと出立が二方もおられるということで、はいはい、うん、その時のタイミングに合わせてな。いや、わしじゃないですよ。イソギンチャク出立だそうじゃない。誰がイソギンチャクじゃん。でこれイソギンチャク分かりづらいと思うんじゃけど昨日このもののふの力に来ていただいたフィナーレ、うん、最後、はいはい、武将がいっぱい集まってる中でこの島津殿がもう本当にとんでもない格好をしてサンバカーニバルみたいな一人で、本当にサンバに、あの近くにいたある武将 A さんはこう言っとったわけじゃよ。ほほ、島津殿が古書風章という演舞をすると、はい、羽がバサバサバサ目の前が全部オレンジの羽になって、辛かった。あの空気を読んで後ろに下がらせていただきました、小さなクレームが来てました。もう秋田の武将様はあれは鬼島津ではない、うん、ウニ島津だと思われていた。うまいことおっしゃる。チク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 と。でも雨降らしではなかったですな。雨降らしでも今日は昨日は天気が良くて、いやー、ほんと好天に恵まれて何よりでござるな、うん、うん、あ、じゃあ島津との進行お願いいたします。たびたびね、この話がいろいろあるんじゃけども、はいはい、でそのモンキーマジックなんじゃない。だからそのモンキーマジックがあるのでぜひ遊びに来て、ね、いいのよモンキーマジックは。もう本当にこんなね、我々のこのスナックチェストというふうにこのタイトル歌名打たせていただいてるんじゃん。ダサいな。ダサい。ええ、わしの店になんかクレームですか。ダサ。今まで誰も言ってこなかったのに。失礼失礼。なぜ本当のこと言うの。思ってたんでしょう。ね、この
え、もともと薩摩じゃからわし、あの薩摩なんてね、あの伊達の南だと違ってダサいんですよ。いや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 、それはもう今世のリスナーの薩摩人が島津の軒口許すべじと怒ってると。でもいやもう、もう泥臭くてもいい、もう確かにただただここで美味しいお酒を飲むかのように楽しいトークが聞ければそれで良いという意味合いも込めてスナックテストと。そして今このゲストにお越しいただいているお二人の本音をこうテストさせていただこうと思ってこの時間を設けさせていただいたと。そういうことで、なるほど、ゲストにテスト、テストにテストする、ゲストにテストで、もうこの時間も基本 NG と言われるものは一切ございませんよ。もうお二人がもう喧嘩始めても、だから聞いたのね、これ先に渡されたんじゃよわし、このね、リストがあってここで NG はありませんかって優しく聞かれたんじゃけど、そういう意味でちゃんと NG がないかどうかということを、もう何をお尋ねしてもこれ良いってことですか。これあの島津殿の奥で優しく微笑んでる方はどなた。あ、紹介が遅れましたが、我々を全面的にサポートしていただける高千穂殿です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そんな盛大にお迎えていただいて失礼します。あのたくさんですね、山形愛の武将隊の皆さんにメッセージが届いていまして、はい、ちょっとそちらを紹介しますので、はい、よろしいでしょうか。お願いします。山形愛の武将隊の皆様こんにち は。先日の米沢冬の陣参加しました、うん、寒いと思って万全の準備で臨みましたが、うん、思ったほど寒くなく屋台村の芋煮をのんびり楽しむことができました。うん、さて質問です、はい、皆さんがこれを見ると春が近いなと思うものは何でしょうか。先ほどもね伺いましたが、このポンママさんという方からのメッセージなんですが、うんうん、私は名古屋城の梅のつぼみが膨らむともうすぐ春だなと感じます、うん、ちなみに名古屋城の梅は半分ほど花開いていますよ。満開は3月半ば頃でしょうかというメッセージですが、いかがでしょうか。これはもう伊達様春を見る、あ、これを見ると春だなと、はい、せーので言ってみます。せーので、せーので合わせるところではない、合わせなくてもいい。あ、なあ、じゃあ、でもせっかくですから言ってみましょうか、ね、せーのでね、せーので、はい、準備できました。もう答え決まりました。おさまれたのも無論、せーの、最悪最悪絶対合わないと思った。じゃあわしからちょっとね、はい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 、わしは熊本城を見ると春だなと思います。おお、その答えは、うん、そう、わしら東北の場所にとってこの時期ってまだ白黒の雪の時期なんじゃよ、モノトーンなんじゃけども、熊本に来るとカラーじゃろ、草木は芽吹いて菜の花が咲いて、うん、梅の花も咲いて、じゃからここに来ると一足先に春だなと思うて、国元に帰るとあちょっと白黒だなと思うて、あ、なるほど、やっぱ春を感じられるかな、うん、ここに来て一月後にちょうど桜が咲くイメージじゃね、山形は。なるほど、少し遅れてまた桜が楽しめるわけですな。なんじゃ熊本に来て点数稼ぎか。ああ始まりましたよ。そうですとも。そんな伊達様はどんな春を感じますか。はい、わしはな400年前にも九州に来ておる、うん、朝鮮国へ秀吉様殿下の命令、はいはい、出兵いたすときに、うん、行った先で梅を持ち帰ってきた。ほう、うん、それが伏した竜に形が似ていることから蛾竜梅または蛾竜梅と申す。それを仙台は松島の瑞巌寺に今でも植わって孫の木が育っておるんじゃが、その梅が咲くのを見るとやはり春を感じますな。ええー、ですな、そうやって植物をめでる心をお持ちだということで見に来たらええぞ。まあ、植物しかないからね、山形は白梅と紅梅じゃん。いやいやいや、でも本当にでも名古屋殿がおっしゃった通り、熊本城ももともとやっぱり白と黒だけで、うん、まあ、比較的地味な城に作ったのが清正公でござるが、うん、まあ、わしが今のお答えに桜と、うん、お話しさせていただいたんじゃが、うんうんうん、熊本も桜の名所100選というものにも選ばれておるぐらい名所でござって、熊本桜綺麗じゃね。綺麗じゃな、本当に仙台、ね、の桜も綺麗じゃけど熊本は規模が大きくて、うん、そして城がそれこそ黒と白ゆえに桜が生える、ああ生える、まるで水墨画に赤い種の葉を押したみたいに桜が生えてくるんじゃよ、うん、おしゃれな表現。じゃあ質問はこのぐらいで終わりにして、わしの持ち込み企画させてもらおうかな。何かあるんですか。よい、なんとお時間まだあるか、あと何分ぐらい、はい、あと9分ぐらいは大丈夫です。はい、はい、じゃあわしからここからは、はい、直井兼次の考えてみようコーナー。おすごい、なんか斬新なコーナー始まった。はい、なぜ人は生きるのか。いや、これ重たい、それ9分で終わらないですね。重たいから帰っちゃったじゃないか。気をつけてな。さあ椅子が空いたぞ、さあ前に座るんじゃ、うん、そういうことでわしね、山形の方でこんな歌を耳にしておって、はいはい、城西園のパンフレット見たらこんな言葉が書いてあった。あんた方どこさ、ほうほうほう、ね、有名な熊本の歌かなって、はい、ね、聞いたことある。
あんた方どっこさで、ここから始まる。なうるさいな。で、このあんた方どこさってどんな歌か考えたことあります？はいはい、あー、逆にこの熊本に住まうともう当たり前のようにもう子供の頃から聞いてるな。じゃああれね、いろんな役があるのよ。よく考えてみると、はいはいはい、じゃあわしがあれね、熊本の人とそうじゃない人に分かれておるわけ。ほう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 。だからわしがあんた方どこさと聞くから、はいはいはい、だから熊本の人として答えていただきたい。はい、あんた方どこさ、ひーごさ、ひーごどこさ、熊本さ、熊本どっこさ、天馬さ、その後はもう同じだよ。ほうほうほう。どん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 歌が続いていくじゃろ。はいはいはい。たぬきがおってさ、はいはい、あれね、わしとしては不思議なんじゃよね。ほうほうほう。わしね、どこから来たのって聞いただけなの。それなのにもう山にはタヌキがおってた、全員フラッシュ。いいやつ様を悪く言うなぁ。わしまだタヌキって言ってないからね。自爆テロじゃよ今のは。タヌキがおってたと言うたじゃろ。最後にね、木の葉でちょいって隠す。食うなぁ。だ、あの歌爆風転覆だ。ほらハウス、そういう歌で、あんた方どこさっと聞いたら、はいはいはい、答えてくれるんで、最後天満山にばって全員で、はい、あれ鳴り付き歌だから、はい、全員で歌い始まって、確かに最後聞いた人も置いてきぼりなんだよ。あの歌でも確かにこれ熊本県民の中でもこれ意外と謎が深い歌でござって、そこでね、わし気づいちゃった、はいはいはい、あれね、熊本の歌じゃないんじゃよね。え、あれね、そんな山ないよ、熊本には。あ、そう、そうなんです、そうなんだよ。そう、この歌詞に出てくる千葉山というふうに歌っとるんだけど、千葉山という地名ないんじゃよ、熊本に。千葉川ならあるのよ。はいはいはい。千葉山がなくて、どこかあなた探してみたら、怖い話じゃよ。あら、埼玉県にあった。埼玉県に。埼玉県、だいぶ何千キロ以上離れてる。そう、埼玉県で、当時、これ一説じゃよ、お官軍の方が、はい、熊本から来た兵士の方々、あの戊辰戦争の頃に、はいはいはい、お前たちはどこから来たんだって聞いて、それを熊本の方が答えてる歌。おお。だから歌の発祥自体は、うん、埼玉でした。なんと、うん、あ、そういう会話、そういう、どこ出身なんだっていう会話から、そうそう、おめらどこから来たんだ、いや熊本だっていう、あの会話をずっとやってた。ほう。そしたらフラッシュモブが始まったっていう。あ、急にみんな、みんなつき始めたと。賑やかだなーつって、熊本あったかいなっていう。そんな歌。はい、以上コーナー終了でした。ありがとうございました。あー、深い深い話でござった、はい、まさかの考えてみようコーナー。ほんと考えてみよう。伊達殿、考えてみよう、何か。ないわ。ほらな、考えない男はこれじゃ。なぜここは仲が悪いのか。確かに聞いてみたい。なんで、なんで仲が悪いんですか、そもそも。気が合わないから。反りが合わないんだな、うん、こすごいじゃない。どっちが右向くとこっち左向く。反りが合わないというのは、これ刀の話じゃ。あ、そうそう、刀のこと反りと申す、ね、これが歪んだり反りが深くなったりすると鞘に収まらんわけじゃな。いや、歪んでるわけよ。おお。この野郎。あ、聞く、見えない見えない。あれ自由にやりすぎて、島津さんと高千穂さん困っちゃった。お二人見てると、あのうちの加藤清正と小西幸永見てるようでも、なんやかんや言って一周回って仲良しって。どっちがどっちがどっちでござるか。あ、そして大事だな。大事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 。あー、でもこれタイプ的に言うと小西加藤でござるかな、どちらかというと。あー、でもないよ。西軍東軍西軍東軍で、まあまあまあいいか。でもなんとなくイメージしてたのに近い。で、だから西軍と東軍いて、イソギンチャクいるわけでしょ。あれがイソギンチャクじゃん。どっちばし。で、奥にあの微笑みの女神がいるわけでしょ。な、イソギンチャクの由来がね。いや、イメージないですよね。イメージ、イメージ大事。イメージじゃないですよ。ツイッターで日付とモノチカって入れて検索するとすぐ出てくる。イソギンチャクで。イソギンチャクで。島津と検索する。島津。島津で。島津、壊れた。ちょっとイソギンチャクでちょっとサーチしちゃおうわし。ぜひぜひ。もう一つお願いみたいなメッセージが届いてるんですけど、直美様よろしいでしょうか。申し上げた聞きがございます、うん、熊本には大変美味しい焼酎がたくさんあると言われております。しかし本当に美味しいかどうかは飲んでみなければ分かりません、うん、それを確かめるべく調査をしたいのですが、うん、上杉の小判は使えるのでしょうか。もし叶わぬなら金継様のお財布を貸していただけますようお願い申し上げます。大丈夫です、こそっと持ち出します。電話方面の忍びさんからいただいてますが、上杉の小判偽金じゃからな。違う、そうだけど違う、大事なところはそこじゃない。こそっと持ち出すのはダメ。うん、まず基本的にそこがダメなんだけれども、どちらにしろ処されるな。どう考えてもこれは
うちの奉行じゃね奉行のがあの物販ブースで思いっきり物売ってる奉行じゃよ、うん、小さい子を見るとすぐに小判渡して買収しようとする買収、うん、そのお金でそれが上杉のやり方かどっから聞いてることあるちゃっちゃっちゃっちゃあ、それ違うドラマだはい、ということで奉行をね、まず一つ答えをシンプルに、はい、こそっと持ち出すのはダメ、ダメ、熊本の美味しい酒が調査するのはよし、うん、そして本当に美味しい酒がどうかは多分熊本の方に聞いた方が早いんじゃないかな。あとあの城西園に酒屋があるんじゃ、酒がものすごく揃っておる、はい、わしも酒で買った、そこの店のものが本に詳しいから、そこで聞くとよい、うん、じゃあそこに聞いてもらえばわしの財布は軽くならないで済むわけじゃね。そうじゃ。島津様お好きなお酒は。いやもう熊本はやっぱり米焼酎が盛んでござるゆえ、まあの白竹さんをはじめもうさまざまな銘柄が揃っておりますな。酒造がございますのでね。鹿児島は芋でござるかなでちょっと押してくるやっぱスナックテストだから芋焼酎持ってた方がいいかなと思って。いや本当にずっと前から思ってたこの犬何これ先ほどあの猿飛サスケ殿がいらっしゃって、あの島津のワンコをいただきました。誰が真っ黒犬じゃん違うタヌキじゃん。あ、じゃあいやでもね、これ寂しいから置いてんのかなってずっと疑問だったの。あ、まあちょっと寂しいのもあるんですけどね。コグ奮闘な感じが今日して、昔飼ってた猫もういないんで代わりに犬を置いてみました。なんで最後に寂しい話持ってきたんでしょうねこの人本当じゃ、清正公と官兵衛殿がねえ、あのもうお別れの時間が近づいてまいりましたので、はい、熊本の方もうそうなんですよ。何の質問にも答えてないね。いやいや削ってやった。3分の1ぐらい2人が喧嘩してましたね。あとあの米沢の寒さに負けない皆様のこう秘訣を教えてほしいですというゆいかさんからもメッセージが届いてたりするんですよね。はい、じゃあ端的にお答え申す。長靴を履いて歩くこと。おー、うん、足元からそう、あのゴムで覆われた長靴で歩くと本当に熱くなるから、ぜひ足冷え性の方も長靴ウォーキングをやってみて、うん、こう熊本城なんかちょうどいいしの、冷え性の方なんか確かにぜひ試していただきたい。非常に温まる。あと金継様が熊本で楽しみにしていることなんでしょうか、はい、というサイさんからも。それはもう伊達政宗公とちちくり合うことじゃよね。ちちくり合う、うん、こうして今お楽しみ中で、いや、スナックチェストで絶賛楽しんでおります。いやじゃあね、熊本で楽しみにしてることは全国武将隊に会えることあ、ね、それは面白いんじゃない。まさにここがわしらにとってもただいまと言える武将の第二のふるさとになってきたなと、うん、ありがたいお言葉ありがとうございます。ね、今年もありがとうございます参戦、ありがとうございます。春を感じていただく場所とも ね言っていただきましたので、では最後に今日ねこのブースにお越しの皆様、そしてラジオ全国から聞いていただいていると思いますのに、思いますので直江様すいません、はい、直江様あと伊達様からもメッセージを頂戴できますか。あ、じゃあ鳥はこいつに任せて、わしはおいやいやおかしいじゃろということでメッセージ、はい、メッセージ、ラジオでわしの名わしの声を初めて聞くという方おるかもしれんし、今日初めてお会いする方も多いかもしれん。今日の出会いを大切にして、いずれまた出羽の国でお会いできるよう楽しみにしておる。まずは今日を全力で楽しんでまいろう。ありがとうございます。出羽だけに出羽つな出羽つたな出羽出羽では正宗殿もお願いいたします。モンキーマジックライブがあるからぜひ遊びに来てくれ最高ベスト曲だけをやるライブらしいぞ。素晴らしい。ちなみにわしのおすすめはヘッドライトという2011年東日本大震災の年に作られた音楽がおすすめじゃ。いい、ね、はい、それは良いとして、この出会いは一期一会、ここで会えるのがもしかしたら最後となるやもしれぬ。人生は何が起こるかわからぬ、だからこそ精一杯楽しんで全力で生きよう、以上である。マサメコもありがとうございました。ありがとうございました。では改めてこの時間、お越しいただいたのは山形愛の武将隊直江兼継殿と奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊伊達政宗殿でござった。ありがとうさんじゃった。ありがとうございました。2日間で3度も出しゃばってすまんのいえいえ、ありがとうございました。ぜひねブースもありますので皆様ブースにもお出かけください。ありがとうさんじゃった。
絶句とはね広い人形かわいいよ絶句がなくなりゃのぼうさんお坊さんがないよお侍さんそりゃたまにはハッとするそしたら背筋をピンとしてあれず一息ふっと吐くそうすりゃとも笑顔でほほほのほそんなえあればほっとする人に皆の衆こんにちは折島津と呼ばれし男島津義弘であるモノノフの力ひねもすラジオ熊本二の丸広場より生中継でお送りしておるこの街と共にラジオ戦を盛り上げてくださるのが名軍師高千穂桜殿じゃありがとうございます引き続きよろしくお願いします午前11時からお送りしておりますこのね、熊本城で会おうモノノフの力ひねもすラジオ熊本ですがなんと島津様、はい、もう今1時ですよねもう1時今日はですね、はい、2時までもう残すところ最後の1時間となりまして1時間切りましたそうなんですあれであっという間に安姫様がいらっしゃらないというね最後まで島津様と一緒に今日はお届けしていきますので最後まで運命を共によろしくなんか大丈夫かなよろしくお願いします大丈夫ですよ、はい、よろしくお願いいたしますさてここからですけれども、はい、はい今お聞きいただいたのがほ、のぼうの温度ということでここからゲストとしてお越しいただいておるのがお市場おもてなし課中隊まさき丹波の神殿と足軽の青殿のお二人じゃよろしくお願いいたすよろしくお願いいたしまーす武蔵の国埼玉県は行田市から参りましたお市場おもてなし課中隊成竹筆頭家老まさき丹波の神と申しまするはい私お市場成田軍の足軽青と申しまするチェストチェスト急に言うな急に入れるなもう島津様ね、もう紹介遅れましたこれこの時間あのスナックチェストと銘打たせていただいておるのでもうわしのお店に来たあの馴染みの客だというようにざっくばらんにこの時間あのお話しいただいてチェストチェストチェストあのチェストという時間ではございませんチェストという時間ではないんですもう気になったらチェストを連呼していただいてかしこまりましたあのでも一つ申し上げたいのがですね、はい、先ほどの前の時間にですね、はい我らお城おもてなし課中隊と同期の隊であります、はいはい、欧州仙台おもてなし集団伊達武将隊殿、はい、そして山形愛の武将隊殿、はい、あの犬猿の二人が入っているのは盛り上がりすぎじゃないですか本当にもともと直江殿お一人でいらっしゃる時間の予定だったんじゃが、はい、あの政宗殿が急遽あの飛び入りであの喧嘩始めましてあ奇襲されたわけでございます喧嘩に皆さん付き合っていたんですね気がついたら時間の3分の2ぐらい喧嘩してましたねですので、我らお市場らしくね、はいこの時間のんびりと、皆さんにゆったりと楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします、ね、一緒にいやお昼時でござるからやっぱりのんびりとですなそうですよもうだって今日、天気がいいですね天気がようござったね本当に毎年どっちかは雨だったのが両日ともに、むしろ暑いですあさようでござるなもうね、もう正木殿はもう兜までこの時間被っていただいてるので誰もラジオを聞いている方には全く見えない清掃で参りましたあ、清掃でフル装備でございます、ね、もう今この正木殿被っている兜にはこのこれドクロでござるかなさようでございまする前立てが私歴史的にはそんなにこの前立てだったとか残っていないんですよ、うん、そういう武将じゃないんですけれども映画のぼうの城というものが舞台になった場所が、はい行田市はお市場でございまして、その時佐藤浩一殿が、はいはいつけておられたのが正木丹波の神役をやってらして、はいはい、それがドクロのほうほうほうものあそれにちなんで今このドクロもさようでございます、はい、それはかつて神奈川の戦いの折、滝川一政殿に漆黒の魔人のようにだと恐れられたということからきっとその前立てがドクロになったのではないかという推察のもと私は今ドクロの前立てをつけさせていただいております、はい、漆黒の魔人という異名がついたんですかさようでございますあまりちょっと中二感があるので口にはあまりないんですけれどもわしかっ
怖えなぁと思って漆黒のマシン島津殿こじらせてますね。いやだってもうわしだって鬼島津ってもそのまんまやんけっていうちょっとひねりがある方が いやもうだって鬼なんとかっていう人もこうね当時あの井伊直政殿が赤鬼と呼ばれたり服部半蔵殿であったり柴田勝家殿だったり確かに鬼が多い、ね、鬼なんとか多すぎてわしちょっとなんか霞すごいじゃから漆黒のマジめちゃめちゃかっこええではないですか。やったー。いやこの2つのはもう正木殿しか絶対いないっていう、あの夜になると大体見えません。あ、なるほど、はい、あ、それ、ね、うちの清正殿と一緒でございます、うん、あ、そうでございます照明が焚いてないと全然見えませんので、ね、そうなんです、そうなんです。あ、この青殿はこのね、陣傘にクマモンをつけていただいて、はい、そうなんですよ、前立ての代わりにござるな。こちらの陣傘がね、ちょっと鉄になっておりますので、ペタってきついた。そうなんです。あ、このマグネットにこの反応するという、ね、そうなんです。こちらのクマモンを買わせていただきまして、こちらに私の前立てということでございまして、あ、なるほど、はい、そうそう、こちらに貼らせていただいております。もののふの魂であるこの陣傘兜にこのクマモンをつけていただいたということで、はい、もう熊本に染まった感じでこのラジオも楽しんでいただいて、大好きでございまするので、ありがとうござる、ありがとうございまする、まさき殿はあの昨年もこのラジオにお越しいただき申して、はい、熊本もう何度もお越しいただいておりますね。はい、何度もお邪魔させて、もう本当に毎年来るのが楽しみで、必ず同じ場所、二の丸広場からお城の方を毎年同じ場所で写真を撮っているんです。おお、その移り変わりを毎年記録に残しておくってことをやっております。それですな、はい、やはりだからね、3、4年前になりますと、まだまだ痛々しいお姿でございましたが、昨年から随分素敵になられて、またさらに今年来て、素敵になっている熊本城を見て、なんだろう、ステージから見えるじゃないですか、あの最初のオープニングの時にあの場で立って熊本城を見るのがものすごく好きなんです。あー、さようでござるな。間違いない。なんだったらちょっと泣いてますね。もうですか。ちょっと泣いてる、ちょっとウロウロ。この後撮っていただいてね。でも本当にあの正木殿が今おっしゃった通り、この熊本城はやはり復興していく最中の今もこの瞬間しか見れない光景でござるゆえ、また来年来たら、あ、新しい櫓が復活しておるとかの、あ、ここの石垣が今積み直し作業に入ったとか、新しい変化がきっと見て取れると思うゆえ、もう本当に正木殿と同じように同じところから同じ角度で写真を撮ると移り変わりがよくわかるかと思います。そうなんですよ。だから今日お集まりの皆様は宇土櫓まだ、はい、囲われてない状態ですけど、これが囲われていても、いつかその再建された姿を見れるという時間という経過が、見れるわけですから、なるな、それはそれでまた趣があるのかなと思って、ずっと楽しみにしておりまする、ね、もう逆にこの建設中の姿もその建設中にしか撮れませんからな。そうです、そうです、さようでございます。貴重でございます ね、 ね、いやもう良きところに目をつけていただいてありがとうございます。ぜひまた来年再来年と撮り続けていただければと、はい、ありがとうございます。青殿は熊本は久方ぶりですかな。そうですね、あの私4年ぶりでございまして。あ、4年ぶりでございます。そうなんですよ。オリンピックと一緒ですな。オリンピック4年に一度もっと来たい。ね、いや本当にもう、ね、毎年来ていただきたいんだけど。そうなんです。なので天守閣が前回来た時はまだ復興中でございまして、で私今までに何回か熊本にはあの来させていただいているんですが、初めて天守閣に入らせていただきまして。そうなんです。いかがでござったか、景色は。いやもう最高でございました。天気もいいですしね、もう最高でございました。なかなかあんな高いところはね、あの行田には建物ございませんので、すごく貴重な、はい、眺めを見せて。何メートルあるんですか。あれ石垣も含めると、あのおそらく登られた大天守はもう約40メートル近くでございます。石垣からの高さが、お市場御三階櫓の倍ですね。あ、倍、なるほどなるほど、はい、まあもう熊本城は本当にもう当時からしてももう巨大な城と言って過言ではございませんな。いやでも推し城、わしはあのまだ当世に蘇って、あの推し城にはお邪魔したことないんじゃが、推し城はこのやはりな、あの秀吉様たちの大軍をものともせずに跳ね返した城として有名でございます、はい、もうそれこそ信長の城という映画でもう題材に使われるぐらい素晴らしい逸話でございますな。はい、でも我々関東平野の中にあるお城でございまして、大半が沼地でございます。その中の島々をつないで、天然の要塞としたのが推城でございまして、正直そのこういう立派なお城なんてものはないんですね、あの逆に目立ってしまいますので。なるほどなるほど。ですのでもともと本丸には館がございまして、普通に、まあ、平屋に近いものなので、今日もねツアーで
商店主の方も入らせていただいて、はい、そうですね、登ったりしたけど、まあ階段が辛いんだ。もうひーひーおっしゃる通り平城の我々からはこの平山城と山城は、うん、はい、憧れとともに登るとやっぱ疲れるね。そうですね、甲冑もね結構重たいものつけたりはするので、まあ、やはり清正殿ももう敵が来ても登られないようにと城を作っとるから、まさか400年経って観光地になるとは夢にも思ってないから。これでもだから戦があった時はもちろん難攻不落の要塞でございますけど、はい、その住まわれていたり勤めていたりされてるってことは途上されている家臣団がいるわけじゃないですか。だるくない？良いことをおっしゃってくださいましたから、あの清正殿が亡くなられてそのずっと後はあのこの城は細川家のお城となったわけでござるが、うん、あの細川殿がこの城住みにくいわーってなり申して本丸御殿という殿様があの政治をしたり、はい、お住まいどころにする御殿を町と増築したりとか諮問してちょっと生活改善を図ったけども、はい、それでも住みにくいわーってなって、はい、今でいうアーケード街があるところ、はいはい、あたりに花畑という地がござって、はい、もう引っ越そうってなりました平たいとこに住もうって言って少し平和のようになるとやはり、はい、利便性が求められる。もう別にお城で囲う必要もないから、ね、こっちに住んで、うん、もう仕事の時だけこっち来ようっていう、まあ、今のもう市役所みたいな感じになりましたね市役所いやもう本当にもうそういうことでございます。生活には住みにくいと。そうなんですよ。でもだから、うん、毎年そのお城にはない趣があるお城に行くと、はい、うん、好きで私堀が好きなんです。ホリフェチですか？ホリフェチなんです。ホリフェチだからほうほう空堀、はい、から初めて空堀の話をお伺いした際にもう感銘を受けまして、うん、水を張るのが当たり前だと思っていたら、うん、そのね、城攻め登ってった際に落ちた時に水があるとクッションになってしまうので、うん、命は助かる人がいてしまう、はい、それでは戦の時には意味がないので、うん、空堀にすることで確実に倒すとい う, そう恐ろしい恐ろしい背中打てね、後頭部強打しろっていう確実にとどめを刺すという。いやもういろんなところのお城だから山城とかだと、うん、堀がないときは堀切りって山を削って堀にしているとか、うん、そういうの見るの好きなんです私。ただの素人宅です。堀が好きというのはやっぱもう細かいですな見とるところがだいたいね皆さん石垣が好きっていう方多いと思う。あそうですね、うちの清正殿ももう石垣にスリスリしてるぐらい好きなんで。あそうですね、ちょっと気持ち悪いですけど、石垣と会話するって言っておりますから、ね、あ病んでますね、病んでます大丈夫かな、城に病んでおります青殿はなんかこの熊本城でお気に入りの場所とか何かございますか？もう天守閣でございますね。やはり天守閣は天守閣がどのお城行ってもやっぱり大好きでございまして、もういろんな角度からも見て、カメラに収め、そして登れるところは登っ て, っていう。そうなんですよ、青はね、青となんとかは高いところが好きっていうぐらい好きですからねそうなんです、どうしても高いところがあるとね登りたくなってしまう。ちっちゃいからっていうのもあるかもしれないですね。あなるほどね、そう、日々ね上から見下ろしたいという、なるほど、願望がね、いつも見下ろされるからそうだたまにはね、たまにはね、いいじゃないですか、見下ろし長年ね、この武将隊の世界で、うん、皆様とお会いしていると、うん、お子様がどんどん成長してて10年続くともう青の背を越してる子たちがどんどんいるんですな。そうなんですよ出会った頃はまだね5歳6歳だった子が今もう10年経って中学生とか高校生になって、ね、そうなんだよっていうぐらい見分けるぐらいに本当なってしまうので、ね、青ちゃん変わらないねって言われるんですよ。そうなんです10年間ずっとこの大きさでございます。急にここを見てたのがこうなって、そうなんですよ、首がもうって上を見るといやー、嬉しいことでございますけれども、それはあるあるでござるね、はい、嬉しいですね。でも熊本城もね、お子様もね今回もたくさんいらっしゃっておりまするので、はい、そういった子たちとも交流するのすごく楽しみでございます、本当にまさに今の子供たちにも熊本城の今の姿とこれからの姿を、ね、うん、我々の姿を通じて守り伝えていただきたいござるな、はい、あれでしたよ、昨日お市場のブースに来てくださったお客様で、はい、熊本城おもてなし武将隊様と出会ったことで学芸員を目指して、就職が決まりそうだと。おすごいではないか、それは方とかがお会いしまして、いやそうね、我々の存在が何かその人たちの人生の何かに左右するってこんなに嬉しいことはないですよ、いや本当にもう武将冥利につきもうすな、これはありがとうございまする、ねえ、まあ、我々のおもてなしが本当に心に響いたということなんじゃろうかの。そうでございますよ。いや嬉しい、いや嬉しいお話を聞かせていただき
ね、まあでも本当お市場の皆様にもきっと、はい、お尋ねになりたいことが、そうなんです、リスナーの方々からの質問が届いていて、ちぐささんからありがとうございます。ありがとうございます。お二人のね、熊本の好きなところは何ですかと、まあ、熊本城の魅力とか好きなところにも語っていただきましたが、はい、他にもあればそういった、熊本の好きなところを教えていただきたい。そして行田と似ているところありますかというご質問です。行田と似ているところ、似ているところ、もう山城ですよ我々平城ですよ。あ、そうだね、高いところと平たいところにあるというところです。そうですね、少し共通というか違うところでございますな。まあお城に限らず、限らず、あの風土とか何か景色だとか食べ物とか、まあ、ちなみに好きなものは、私たちお城もてなしかっちゅう隊は熊本に来ると必ず食べているのが、はいはい、スリランカ熊本のカレーでございます。はい、なんとカレーご好きで、はい、初日に来ると必ず昼、そこで食べるというのが、ルーティーンというものになっております。ここにも辛いものを好きな方が、はい、でも実は辛いの好きなの私と坂巻だけで、ほうほうほう、長近と青は辛いの苦手なんです。私苦手なんです。なるほど。今回4年ぶりに来て久しぶりだったので、ちょっと辛すぎてヒーヒー言いながら食べました。でもとても美味しいカレーでございます。食べたことある人、おーすごい、いらっしゃる、まだまだいらっしゃる。本当に美味しいから、本当に美味しかった、大好きなんですよ。何派ですか、え、どれで食べます。私はヌードルカレー。あ、ヌードル、そうですね、そのビーフン的なものがご飯の代わりになってるんですけど、ヌードルも美味しい。なんだろう、普通のカレーと全然だから趣が変わるので衝撃でした、初めて食べて。いや、もう実はそのスリランカカレー、うちの清正のも大層好いとって、あ、さようでございましたか。あのもの本当もう週1ぐらいで食べとるんではないかっていうぐらい。知らなかった、誘われてないんですけど今度行きましょう。あのものちょっともう辛さをちょっと2段階ぐらい増し申して疲れてますね。いやもう本当辛いの欲してる時はね、この後喋るんだからやめとけと申しても、もうちょっと定期的にこれ撮りたいんですって言って。いや、いいで、大好きなんですね。なんか似てるところ合う、ある似てるところ、似てるところはやっぱり人の温かさですね。あー、いいですな。もうね、ほんとこれは毎回思うんですけれども、うん、熊本の方ってもう武将隊の皆さんはもちろんですけれども、うん、スタッフの皆さんもお客様も、街で出会ったお店の方だったり、どなたでも温かいんですよね。なので私はもう熊本が大好きになりました。 ありがとうござる。これはでも行田も同じでございます。そうね、はい、我々はその平城ですので、街中この鎧フル装備でふらふら歩いていても誰も咎めないんですね。あ、さようでござるか、はいはい、この格好でコンビニとかね、スーパーとかね、はい、普通に入っていて、行きます、行きます、カインズホームとか行ったりね。そうですね、おでそれが全然ね、受け入れてくれる街なので、あのそういう意味ではその懐の広さというかがあるのか、はい、なるほど、無頓着なだけなのか分かりませんがそうですね、その温かさ優しさは行田にも感じるよね、はい。わしらも何度かそうやってね、このままの格好でお店に行くと、何かのお祭りですかって聞かれる。そうですよね、そうですよ、大体そうですよね、これ我々日常茶飯事ですっていう、はい、ね、あ、いや、そのお姿で出会かれることがあるんですね。あります、ね、あります。あの、ね、やはり今回そのお城ツアーをに参加させていただきましたが、我々のお城ツアーやりますと、あの5分か10分で終わってしまうんですね、はい、ちっちゃいので、うん、なのでその街歩き、行田市内の街を歩いて、昔の大手門の跡とかからそのお城まで昔の途上コースとかを伝って街中を歩くっていう、ただの民家とか歩いたりするんですけど、とかやるので、なんか全然その街中を歩くことには、はい、馴染みがございます。でもええですな、この城下町をこう武将が普通に歩いとるのも、もう運が良ければ写真撮れたりとかもするんですか。そうですな、そうですな。ああ、でも行田に行くのがますます楽しみになりますね。その際はぜひ街歩きも企画したいと思いますので、ぜひぜひお城を攻めていただきたい。あ、攻めていいんですか。あの、うちも難攻不落ですから、はい、わしもちょっとかつて豊臣方ですけど、ええですか。ああ、やらされてる側ですけども、落とせませんよ。ああ鬼島をもってしてもやっぱり漆黒の魔神じゃが守ってるのが漆黒じゃがな。あ、でも、ツイッターでもですね、ハッシュタグひねもすラジオで皆さんからのリアルタイムな感想や質問をいただいてるんですけれども、はい、お名前が沖屋さんとおっしゃるんでしょうか、はい、島津様大丈夫です、鬼島津も全然負けていない中二感ありますよと中二感あと日本国外にも通じている中二ネーム元井二つ名ですから鬼島津って言っていただいております。異国にもちょっととどろいてしまったからな自信持っていきましょう自信持ってます。鬼島津行きましょう。チェスト、うん、チェストここだ、正しい使い方だお二方がいらっしゃるブースには今日はどういったものが、
並んでますか。今回はですね、お城おもてなし甲冑隊のグッズだけではなく、はい、行田市の物産会が、来ておりまして、ほうほう、行田のおせんべい、老舗のおせんべい屋さんであったり、行田の物産もの、それでなんかベーゴマとか、ほう、ありましたね、昨日ね、伺いましたもんね、やじろべえとか、そういったものもたくさん販売、あと旅ですね、行田旅で、旅を忘れちゃいけませんからな、はい、で、まあ、我ら甲冑隊が一番推したいのは、今回初めて作りましたアクリルスタンドでございます。ほう、ほう、ほう、はい、これはもう素晴らしいですよ、出来上がりは。はい、まだあります。はい、悲しい、まだあります。お、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、買ってらっしゃいます、まだありますので、どうもどのお買い上げいただいておる。今日という一日は楽しんでいるとあっという間に過ぎてしまいます、うん、気がついたら、あ、もう終わってたってことないように、ぜひともお市場ブースにお立ち寄りいただきまして、誰でもいいです、成田君、今日柴崎泉の神が出陣しておらんので、うん、やはり出陣してないと売れ行きが芳しくないんですな。あ、なるほど、はい、ぜひ泉のことを可愛がってやってください。よろしくお願いいたします、お願いいたします。ね、もうぜひぜひもうお市場のブースにこの後遊びに行ってお買い物よろしくお願いいたします。お待ちしております。はい、そしてとっても穏やかなお二人でしたので、ちょっとこの質問をしてみたいと思うのが最後にあるんですが、激しいのですか。いやいや、激しくはないんですよ、穏やかだからこそ。そうです、お名前がですね、愛のアテンドさんという方からいただいているんですけども、私は出発や待ち合わせなど、いつも時間ギリギリになってしまいます。事前に余裕を持って行動しようと思っているんですが、なかなか直すことができません。はい、実はイベントと同じ頃に大事なお客様をお連れする役目があるため、役目をしっかり果たせるかとても心配です。うん、何かいい方法があれば教えてください。普通の悩みだなって伊達様、そうです、普通ちゃんとバイミー購入されてよかったです。普通に昼毛を取りながらながらで見るんですな。正宗のこのひねますラジオ大冒険に。またいつでもここ宿題2時までやってます。なかなか準備が前もってできないというね。そうですね、どうしたらいいですかという。私はね、申し訳ないな、その気持ちちょっと分かってあげられないんだよな。あ、意外ともう時間には正確な方でござるか。そうですし、何か準備が明日何かがあるってなったら前の日に準備をする、うん、しておく派なので。あ、でもそれが一番基本ですね、やっぱり遅れないの。そうなんですよね、うん、その分ギリギリまで寝てても慌てることがないという。なるほど、もう先に計算が立っておるということですね。さようでございますっていうふうにしてしまうので、うん、その起きて慌てて準備してると何か忘れてしまって慌ててってなってしまうことをしないのでちょっと難しいな。なるほど、でも裏を返せば、ね、うん、そのギリギリまで寝ててもいいということであれば、遅刻常連の正宗から一言だけ。お、なんと俺はありがたい言葉が。謝れば大丈夫だ。これ今のお答えになるのか、これ。これ責任果たせるか心配ですって言ったのに。その投稿者の方女性だったら白いワンピースをおすすめしますね。謝るときに白いワンピースがいいですか。新装束でお越しになってます。あ、なるほど、そういうことか。白いワンピース、もう決死の覚悟で謝りに来ました。ありがとうございますな。なるほど、まあ、じゃあだから事前に準備しておけば、うん、ギリギリになっても大丈夫だから、うん、事前の準備をおすすめするっていうこと、あと謝ればいい。備えあれば憂いなしが、まあ、確かに一番基本的でござるかな。そうですね、あおさんはいかがですか。私はですね、足軽はやはり武将様たちにねお仕えしている身でございまして、うん、何かあったらすぐ打ち首だったりとか、うん、切腹を命じられることがね、まあるかもしれませんので、まあ、その方どなたかこう主君を見立てていただいて、その方に打ち首になるっていう風にやばいという風に思っていればきっと起きられるはずでございます。なるほど、自分を追い込むということでございます。すでに排水の陣みたいな、はい、逃げ場はないと。行きづらいな、それ。いや、もう足軽はもう必死ですよ。そんな気持ちで私と接してくれてたの。そうですよ、そうは見えない感じで、なんか私によく悪態つくんですよ。そう、なんと。そんなことございません。あ、目が死んでる。漆黒の魔人ですよ、相手は。そんなことございませんもん。そうか、ちょっとそれは一つね、なんかありますよね、はい、なんか自分に貸して、うん、置いてね、そこでっていうのもありますね。常にそういったことで考えながら動くということでございます、うん、ぜひアイナテンドさん、はい、参考にしていただければと思います。ぜひともなったかわからないけど、いや大丈夫だと思います。事前に準備しましょう。そうです、はい、ありがとうございます。ではではお時間になりますので、あ、最後にメッセージ頂戴しましょうか。ではお二方から一言ずつ聞いておる皆様にお願いいたします。はい、本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございました。埼玉県行田市熊本からは少々
少ね距離がある場所ではございまするが、とてもいい町でございまする。我々推し城居城に日々さまざまな活動を行っておりまするので、また推し城でも、お越しいただければと思いまする。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、大体青が言ってくれたので一言だけ、楽しい時間はあっという間だ、全力で楽しもう。でその全力で楽しんだ結果が、明日思い返した時に素敵な思い出になっているはずなんだ。だから私も全力で楽しんでいる。なので皆様共に楽しんで最後まで頑張ってまいろう。さあこの時間お越しいただいたのは推し城おもてなし甲冑隊正木丹波の神殿と足軽青殿のお二人でござった。ありがとうございました。ありがとうございました。チェストチェスト。生きること自体苦労した、悪も少ない400年前、苦難や困難の毎日けど、牛にも騒ぎたい用意もあった。命からがらに生き延びて、帰りゃ村の皆は泣いていた。こうして繋いできたからこそ、太平で幸せな今がある。辛かったあの時も、共に流した涙も、戦い今笑って話せるのならば昔話じゃ。踊れ民の宴じゃプレイコ、今という名の石垣を登ればビッグフレンドの音色、ほら皆で笑って桶狭間主役者。失敗した時はひと休み、わしでも間違うことはある。抱き上がる根性を捨てなけりゃ、転んでも成功は逃げはせぬ。辛かったあの時も、共に流した涙も、戦い今笑って話せるのならば昔話じゃ。我らが日の元終わりの中心、名古屋の城から再出し。さあ熊本城二の丸広場から生放送でお送りしておるひでもすラジオ熊本、今お聞きいただいたのは名古屋おもてなし武将隊13周年記念ソング、二度と来ないこの時を踊れでござった。さあということは皆々お待ちかね、このお時間お客人としてお越しいただいておるのは名古屋おもてなし武将隊加藤清正殿、そして助け殿のお二人じゃ。改めまして名古屋おもてなし武将隊加藤清正にござる。神笠隊助けにござりまする。我ら名古屋おもてなし武将隊はぁ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうござる。いやなんだか我らが鳥ということで、はい、まあ、非常に恐れ多いなと思いつつも皆の衆とともに楽しんでまいりたいなと思っております。よろしくお願いいたします。いやもうさらよろしくお願いいたします。もう満を持してこの時間にご登場いただいたということで、ありがとうございます。もう本当にもうこのラジオブースにはもう、うん、押すな押すなというわんばかりの満員のお客人がいや誠にありがとうござる、かたじけない。ありがとうござる。このお時間は、まあ、スナックチェストと、名前を使わせていただきまして、スナックチェスト、はい、もうわしをもうスナックの店長だと思ってもうざっくばらんなお話を展開してまいればと。ではカラオケなどはあ、歌っていただきます。いや、せっかく一節どうぞどうぞ。一節今、今、今のテーマ曲あ、そんなことなんでございます。これはダメですな。これもぜひもうね、CD の方ですね。よろしくお頼み申すということで、はい、うん、でもこの清正殿と助け殿にお越しいただいたんですが、うん、実はですね、実はこの時間、お二人には内緒だったんですが、サプライズという形で、なんとこちらにですね、このようなものを預かっておりまして、ほうほう、実は
清正殿の愛娘八十姫からあら間もなく天へ一度帰られてしまう清正殿の、まあ、父上に対して、うん、言葉をどうしても本当はここに来たかったんじゃけども来れないということでわしがお手紙を代読させていただこうかと思っております。これ完全に言っておりませんでしたので、あーもう泣かされるやつじゃな。ありがとうござる。チーともうわしの声でちょっと八十姫の声に変換していただいて承知いたし申した。泣けますな。あーまことにそうじゃな。できるだけのぶとくお願いしとうござる。では声で読ませていただきます。お願いいたす。では八十姫の代読で読ませていただくが、名古屋の父上へ、ひねもすラジオにお越しくださり誠にありがとうございまする。本当はこのお時間絶対にお相手したかったのですが、伺うことができず代わりにこうして手紙をしたためております。2023年春二人の父上が天に帰られる決意をなされ、残り少ない日々悔いなく過ごすことができますよう祈るばかりでございます。また新しいお体で戻られるまでしかと加藤家を守ってまいりまする。日ごと名古屋、性格も雰囲気も肌の白さも全然違う父上たちでございましたが、やその父上はこれからもずっとずっと今のお体のお二人でございます。されどいつかまたお戻りになった時にはまた陰からお支えしてまいります。共闘できた回数はわずかではございましたが、父上の娘になれて本当に本当によかった。本当にありがとうござりました。マナ娘ヤソより。そしてこれ以上は読まないでと書かれた追伸があるので、ここはもう気になる、後でお読みいただくということで、ではこちらは文後でありがとうございます。ありがとうございました。うわー、いや、いかがでござるか、娘からのサプライズ演出。いや、しみる。さりながら自分でマナ娘っていうのはどうかなと私思うんだけどいや、やはりそれほどやはりお二人の父上のまあ出立を、うん、もう惜しみつつもやはり笑顔で見届けたいという娘の素直な気持ちでござろうかの。いや、まことにしみわだった。言葉にならずというところでござるかの。嬉しいござる。かたじきない、ね、さりながら島津殿もう少しのぶとく言っていただければ拙者も泣かずに済んだかなと。さようでござるか。まことに申し訳ござらぬのねえ、いやでも本当にもう我々にとってもやはり二人の清正公というのはやはり熊本城の象徴であり上、まあ我々も間もなく迎える別れの時が寂しいわけでござるが、もう助け殿もやはりもうね、これもう何笑っとんじゃ、何笑っとんじゃ、あれ喜んでおれる。拙者ここに今来てよかったのかなという気持ち。いや申し訳ないの、このような気持ちにしてしまってで拙者はもう個人的にはドエリアこの戦モノチカドエリア楽しんでおりますね。ああ、そういうか。今のわしがいなくなってどうじゃっていう話で、ね、うん、寂しいことあります。まこと真心がないぞ今の方は。助けねえ、どうも助け殿もね、まあ、あの頭にはからしれんこんの、うん、さようでございます、手ぬぐいを巻いていただいて熊本愛を感じる入れ出しでござるな。じゃあもう何度もこの肥後の地来ておりまするが、うん、もうとにかく飯がうまくて、いや誠に、うん、もう肥後の地が大好きでございますがゆえに、うん、もう昨日もこたびももう熊本だらけでやりたいと思っております、うん、ね、うん、もうこの町の礎を築いたのがもうお隣にいる清正公でござるゆえ、うん、ありがとうございます。清正公の町をとんでもござらん。いやいや、めそがござらん、魂売り渡したな。わしはええよ。トゲが。ちょっとしんみりしてしまいましたけれども、メッセージも来てますのでご紹介していいでしょうか。こちら恵子さんからありがとうございます。名古屋の清正様は名古屋正様、うん、そして熊本の清正様は肥後正様と呼ばれていますが、うん、お二人のここは似ている。
ここは違うなというところがあれば教えてください。私のイメージでは、なごまさ様はお酒が得意で、ひごまさ様はお料理が得意といったところです。魂は一緒なので動物人、同一人物ではありますが、お住まいの環境が違うので違いがあるのではないかと思い聞いてみましたというご質問です。なるほど、あー、そうじゃな、わしやはり、まあ、同じ魂だで基本的な違いはまあないかなと思うとるんじゃけども、うん、まあ、あ、そうじゃな、それこそ肥後のわし、肥後政は誠にこの肥後の民を誠に、あ、そうじゃな、なんちゅうか肥後の民を守るために、この肥後の地を守るために、あ、こちらによって、まあ、力をな尽くしてよって、ほんでわしはまあ名古屋がわしのなふるさとだで、そのふるさとの地に行って、まあ、秀吉様で、まあ徳川様お守りいたしてというところで、まあ、それぞれの力で400年前はできなかったことを、まあ、共にやりたかったことを今同時にできておるっていうのは、まあ、非常に嬉しいなと思います。違いか、自分では分からんが、助けからはどう見える？困った時の助けさん。これどう言ってももう後からこう原骨が来る気がいたしますが、肥後の清正様は秀吉様をまっすぐいじられる、まっすぐ、名古屋の清正様は遠回しにチクッといじられる。あ、なるほど、それはだいぶ違いますな。そのような違いがあるかと、拙者からは、距離が近い方が遠くから攻め、距離が遠いともう直球で攻めるっていうところだよな。なるほど、もう熊本と名古屋で離れてるから言ってもどうせ怒られに来ないだろうっていう、そういうなんか謎の安心感があるんじゃろうかな。さようにございますな。島津殿からはいかがにござら、どのように見えますか我らは。いや、もうわしから見るとやはりまあこの熊本の清正殿とはもう、わしももう10年ほどの付き合いになってもう長いゆえ、でも名古屋の清正殿と比べると、うちの清正殿はちょっとのこのどこか抜けておるところがあるというか、いや名古屋の清正殿の方がやはりこの大名としてこうずんとこう構えてどっしりとしておるというそういった印象がござるんじゃが、とんでもござらん。いや、そんなに褒めてくださるとは思うとおらんかった。いや、もう決してこうなんかこう忘れ物したりとかしないんじゃないかっていう。したした。え、こたびの我らは忘れ物しまくりじゃ。え、さようさようにござりまする。さよう？ああ、どこを見ておられかな。いやー、ジンボリかっこええなと思って。ありがとうございまする。いやー、誠に粋な計らいをば、かたじけない。いや、でもやはりまあこの同じ魂にやっぱりこう分け与えたこのジンボリとか、やっぱりどうこちらの名古屋の清正殿でもやっぱりお似合いじゃな。ああ、ありがとうございます、誠に。ねえ、まさしく寿司もね、こういう演出になりましたけども、ね、ありがとうござる、嬉しいござる。いや、でもそろそろ行くか。ま、お待ちくだされ、お待ちくだされ。そろそろ行くところ恐縮なんですけど、ラジオを聞いていらっしゃる方、ここに来られなかった方がおられるので、今のお話ちょっと掘り下げてもいいですか。何かお忘れになったということで、何かお忘れになったということを突っ込んでよろしいでしょうか。帰るか。そろそろ国じゃな、助け。拙者はちょっと武将様を売ることできません。いや、良いんですよ、やっぱりこういうスナックテストの醍醐味だと思うよ、こういうの。うちの清正殿なんて、蘇ってすぐにこのテレビの生放送がござって、ほうほう、もうやはり武将としてこう凛として出ようと思った矢先、始まったらスネ当てをつけていないという、同じ魂じゃな。やっぱりね。いや、もうそこは共通。こういうもう忘れ物逸話に関してはもう毎個糸間がもう両手の指が足りない。救われるな。そこも似てらっしゃったということですね。今日の雰囲気はいかがでしょうか。皆さんたくさんねブースにも集まっていただきましたけど。いや、誠に嬉しいございます。もう始まった時からまたさらにどんどんとな人が来てくれ申して、誠に感無量じゃな、助け。ありがとうございます。多くの方から。この度をもう誠に楽しみにしとったという声がドエリアを届いておりますが、嬉しいございます。ね、まあ、やはりもう熊本城も今復興の最中にござって、そうじゃな、これから清正殿はこの天から熊本城が綺麗になっていく様をまあ見届けていくことになり申すと思うが、まあ、もうぜひもうこの30年かかるとも言われており申すが、もう温かくこれからも見続けていただければと。いやー、誠にありがとうござる。いや、わし400年前死んだ折に、まあ、遺言として天守の高さと同じ高さに、まあ、わしの墓を作ってくれっていうふうに言うておったんじゃけども、まあ、そんで今、まあ、本名字が、まあ、それぐらいの高さにしてくれておりもして、はい、ほんで、まあ、非常にありがたいなと、遺言通りになったなっていうふうに思っとったんじゃが、
だから銅像が上にできとって、あー、さようでございます、うん、もう天守の遥か上からもう見下ろすかのように、うん、もう庇護の地を、ああわし見守っとるなと思って、うん、見守っておりますよ、もう、うんうんうん、ね、もう熊本の清正殿もあのポーズずっとやっておりましたからね、もう決めの構え、ちょっとだけ右足をこう上げているという、なんだかちょっと現世で言うとスタイリッシュな立ち方しとるよな、スタイリッシュな立ち方を、うん、かっこいいね、うん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 、まあ誠に清正公はやっぱりこの熊本でも聖書子さんとして愛されておるので、うん、ありがたい限りじゃ、もう熊本の至る所に清正公の銅像ありますからね、あー誠に、のう誠に、うん、もう清正殿はかつてあの軍を率いてあの行軍したところに、うん、剣軍という地名にも清正殿が馬をこう凛々しく操っとる銅像が立っておったり、かたじけない、まあ、もちろんこの熊本城のすぐ入り口の目の前にも、うん、あの名古屋城のすぐ近くにある銅像ともほぼ同じようなこの構えの、うんうん、兜の形のみが、うん、いやそうなんじゃ、誠にわし、まあ、皆の衆、まあ、知っての通り名古屋のな出身なんじゃけれども、まあ、だで、あ、そもそもこの肥後の民からすると外から来た殿様だったんじゃな、わしは、うん、まあ、30近くなってようやっと、まあ、半国もろって、ほんで、あ、もう半国もろったっちゅうのが、まあ、40近くなってからだで、まあ、実際にこの肥後の地におった時間っちゅうのはそんなに長くはないんじゃけれども、まあ、今このように、うん、皆の衆がしとってくれてるっていうのは、まあそうじゃな、まさしく、うんうんうん、本人嬉しいなと400年経って思う限りにござる、もともとは、ね、非常に治めにくい地にござって、肥後っていうのはわしの前に肥後を一瞬な治めた笹殿っていうのは秀吉様に切腹させられ申したがゆえに、うん、それを生で見届けたのが清正公でございますからな、その後にお前が行けと言われて、これはどういう意味かなと思いながら、無言な圧でござるよね、あ、さようにござる、お前も失敗したらこうだぞという言わんばかりの、さようにござる、いやもう誠に拙者金、また別別件において謹慎させられたの時に、あの千の利休殿が、まあ、切腹させられたんじゃけど秀吉様によって、うん、その首が晒されたのがわしが京の都ここに、ま、構えておった屋敷の斜め前なんじゃな、これはどういう意味かなと思って、秀吉様やっぱりそういう無言の圧をかけてくる、無言の圧を、ね、こうしてかって言いながらこの清正様はあの遠回しにこうやって秀吉様をもうそれ 今となっても遠回しにそれをいじることができるというこれが主従の関係でござるね、さようにございますな、それをまた助け殿も温かく、あ、いじられてますねたまに流れ玉が参りますね、いやこれ面白いですな、うん、誠にありがとうございます、昨日あのラジオにも秀吉様に遊びに来ていただいて、お世話になりました、もう 今まさに清正殿が座ってるのがもう秀吉様が座って、もう殿下椅子と名付けさせていただきました、殿下椅子、あらあら恐れ多い、ありがとうござる、ね、おかおか秀吉様のご様子はいかがにございましたか、いやもう秀吉様上田のあの根津陣八殿に今度馬刺し起こったるぞとわしに言えとわしに言えと、あ、じゃあ3月中に言わないとダメですねっていう感じになりましたね確かに新しくなったお体では何のことじゃと、うん、記憶が保護にされて、記憶が多分保護にされて確かに確かに、いやあさりながら誠に寂しいな、ピゴの、うん、わしと、まあ、女性様が縁に帰られるっちゅうのも、ね、もう間もなくこの後我々がもう最後の舞台を務めさせていただいて、まあ、のグランドフィナーレを本日迎えるわけになるということで、そうですね、あの熊本のねこともたくさんお伝えいただいたんですけれども、うん、今名古屋を楽しむなら、うんうん、どんなところがおすすめかっていうのもぜひ今日ねたくさんの場所から来られてますので教えていただければと思います、ありがとうございます、そうじゃな、まあ、我ら名古屋おもてなし部招待名古屋城としては、まあ、本丸御殿を最も見てほしい場所というふうにな、あ、まあ、よく伝えておるんじゃけれども、もう、うん、まあ、あえてここでその名古屋城、まあ、本丸御殿を、まあ、抜きにして語ることができるとするならば、あ、熱田神宮、熱田神宮、これ意外とな皆の衆、あ、なんじゃろ、そのここがええところじゃというふうに思っとらんものも多いんじゃけれども、まあ、日の本においては3本の指に入るぐらいのな、あ、まこと霊言新たかな、まあ、歴史のある、まあ、非常にええな社であるがゆえに、ぜひとも熱田神宮わしは行ってもらいたいなというふうに思う次第にござる、助けはどうじゃ、はこの肥後の地から今はもう一本で、うん、いわゆる FDA と呼ばれる、うんうんうん、あの空飛ぶ鉄かごで、うん、スッと1時間半くらいですかな、うん、ぐらいで行けますが、ゆえに、うん、あちらの方に皆様方の後ろ後方の方にそのブースなるものがございますので、うん、ぜひともそこに立ち寄りて、うん、
生き方を見て、うん、肥後の地から名古屋の生き方を見て、うん、楽しんでいただきたいなと。ねえ、あとるあとる大丈夫だよ、うん、どうした。あとはまあその空港と言われていけば、あの名古屋の空港もそうですし、うん、あと中部国際空港と呼ばれる、うん、セントレアと呼ばれる、空港も今侍忍者空港と呼ばれておりまして、うん、我らが掛け軸もドーンと張ってありまして、うん、そうセントレアもえらい栄えております、うん、誠に、そこで一日遊べるくらい、うん、名古屋ではないけれどもジブリパークっちゅうものがまた愛知にて、さようさよう、うんうん、新しく建国され申して、うんうん、もうみんなの人ぜひともこのジブリの空気感をな、あ、世界観を感じに遊びに来てくれれば嬉しいなと思います。今県立美術館でも ねジブリ展が行われているので、まさしくまさしくジブリ展見て、うんうん、名古屋に行ってジブリパークを素晴らしい満喫してほしい。秋には何やら増設されるそうですので、うん、さらに今でもあのもののけ姫と呼ばれるものと、あと魔女の宅急便と呼ばれる場所が追加で秋には開くそうで、ぜひともその折に FDA に乗って FDA 来ていただきたいと思います。早いもんな、1時間半かからんぐらいだもんな。もう秀吉様などは口をパカーンと開けて寝ておられます。一瞬でついておりましたね。あ、もう起きる頃にはもうついておると。じゃあせっかくですからこれだけたくさんの方がおられますので、うんうん、ちょっと時間の都合でお一人かなと思いますが、うん、あの聞いてみたいことがあれば最後にどなたかいらっしゃいましたら生質問を、はい、生質問を島津殿にでもええよ、うん、そう遠慮されるんですけど何か伝えたいことでも構いませんが、先駆けた者勝ちだよ。そうですよ、うん、いいですか、いらっしゃいませんか。寂しいですねこれね、うん、あ、じゃあ お願いします。と現世に蘇られて、うん、一番楽しかったことは何ですか。今Now ありがとうござる。今が一番楽しいござる、うん、嬉しい、ありがとうござる。いや、本当にもうこの熊本の地をこうもうお帰りなさいという気持ちで我々もお迎えしておりますので、ありがとうござる、かたじけない。もうもう残り少ない時間となってしまいましたが、ぜひこの熊本城、もう清正公が礎を築いた町を最後の最後までお楽しみくだされ。ありがとうござった、存分に盛り上げてまいろう。はっ、うん、再び誠にありがとうござった。では改めてお二方からラジオをお聞きの皆様に一言お願いいたします。うん、またこれからもな、共に肥後そして名古屋を盛り上げてまいろうではないか。皆の衆、名古屋城にて待っておるぞ、さらばじゃ。続いて助け殿も、は、我らは名古屋にて皆様をお待ちしておりますが、この肥後との絆も必ず忘れず、皆様とこの先も紡いでまいりたいと思いまする。よろしくお願いいたします。うん、この時間、名古屋おもてなし武将隊より加藤清正殿、そして足軽助け殿にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。過ぎ去りし日々の心が蘇るとともに願いは奪われ、その刹那が永遠の祈りへと変わることわからぬ定めに寄り添い儚きつながりは途切れて重なり血を擦れ滝忘られぬ思いを抱き春の麗しき日涼しい夏の泉秋ぼたるの揺らめき冬の星座共に歩むその姿心たがう涙出会う喜び来たるさよなら弓張り月浮かぶさよ中にまぶたを閉じればすぐそこまで消えゆく面影鮮やかに
水面にぽつる花びらが悲しみの波紋に広がり崩れて歪み続ける己を映し眺める時記憶の片隅にきらめく季節の約定は叶わずこらえた嬉しき時忘られぬ思いを抱き芽吹く春の命風なく夏の空稲細まり仕上げ冬の変わり共に歩むその姿心たがう涙出会う喜び来たるさよなら弓張り月浮かぶさよなかに熊本城二の丸広場からお送りしておるひねもすラジオ熊本今お聞きいただいておるのが熊本城おもてなし武将隊加藤清正と小西行長による弓張り月であったはい2日間にわたってお届けしてきましたもののふの力、はい、ひねもすラジオ熊本もいよいよお別れの時間が近づいてまいりましたよ島津様いやまさかのエンディングになってようやくエンジンがかかってきました本当一時代のねあの頑張りすごかったですよ ねようやく緊張から解放される時間が7時間あ甲冑姿でねありがとうございます、ぜひぜひ相手より将棋に押しかけくださいどうぞどうぞもうね残り時間わずかなんですけれども、はい、実はね島津様と安姫様と一緒にお届けしてきたこの2日間なんですが、はい、熊本城おもてなし武将隊10周年記念ではあるんですがとても寂しいね、この2日間になっている方もいらっしゃいますよね、うん、やはりのうちの加藤清正殿と黒田官兵衛殿が本日をもって天に出立ということで、はい、間もなく寂しい時間を迎えるかもしれぬがやはりのこのラジオでしか放送を聞きできない会場に来ることができない方にはこのお二人の姿を、まあ、最後に見ることができないわけじゃがそこでじゃ、はい、わしから実は何とかしたいと思って用意させていただいたものがござるな何でしょうか島様我が隊の大将である加藤清正殿からこのひねもすラジオ熊本をお聞きの皆々にメッセージを頂戴いたした生ではないがあの者の音声をあらかじめ頂戴しておるぜひ今からお聞きいただきたいと思う皆静かにして聞いてくだされ皆の衆こんにちは我が名は熊本城おもてなし武将隊肥後国熊本城初代城主加藤肥後守清正であるこたびひねもすラジオご開催誠に大儀にござるしてこのラジオに参戦せし皆々大儀でござるこたび何故この声を残しておるかと申すと熊本城で会おうもののふの力2023に参戦できない者たちにも我が思いをお伝えしたくかような機会を設けさせてもらったということじゃわしはこの催しをもって出立することと相なった2012年に熊本城おもてなし武将隊を結成して以来10年と約半年実に多くの者たちに支えてもろうたこの場をお借りし心よりお礼申し上げまする語りたき思い出はたくさんござるがこたびは李道王権という我が座右の銘を皆々にお伝えしてまいりたいこれはどんな状況であろうともただひたむきにただひたむきに己が人生を歩めば人生には大輪の花が咲くという意が込められてござる生まれてくる環境育った環境これは一人の力ではどうにもできないことじゃされどどんな状況においても腐ることなくおごることなく
己がなすべきことをなしてゆく。そうすれば生きていてよかったと思える人生になるであろう。わしもそうであったように、まことに良き波乱万丈の第二の人生でござった。そう思えるのも皆々のおかげでござる。これよりも熊本城おもてなし武将隊、全国の武将隊、よろしくお願い申し上げまする。皆々と出会えてよかった。出会ってくれてありがとう。それでは皆の衆、さらばじゃ。清正殿、メッセージありがとうさんじゃった。ありがとうございました。なんかね、本当にちょっとグッとくるものがありますし、この10年振り返りますよね。島津様もずっと共にしてこられましたからね。さようじゃな。もう我らのことを誰も知らぬ時代からもう片時も離れずおったわけじゃから、あの者の成長とともにこの10年を過ごしてきたと思っておる。そうですね、これからね、このイベントもグランドフィナーレが近づいてくるんですけれども、ね、あの神兵衛様にもね、愛してるよメッセージいただいたから、ぜひ清正様にも愛してるよってね、うん、一言言っていただきたかったですけどね。あ、さようじゃんな。ねえ、ね、もう一回やっときますか、島津さん。いや、わしがやっても。あ、そうですね。なんかね、こんな形でね、ちょっとなんか寂しくもありますけれども、うん、お別れの時間が近づいてきました。うん、あの島津様にもね、はい、メッセージたくさん、そして熊本城おもてなし武将隊の皆さんにもメッセージがたくさん届いてたんです。瑛太さん、およそ10年熊本城おもてなし武将隊を応援しています。官兵衛様、清正様の最後のお姿を拝見に現地へ来ています。武将様方の普段聞けない話聞けて嬉しいです。ですとか、あと島津様はイケメンのコツメカワウソに見えて仕方ありません。どういうことか。大好きな薩摩の殿ですっていうね、メッセージが届いています。喜んでいいのかそれ。そうです、喜んでいいと思います。番組この後2時までで終わりますけれども、はい、おもてなし熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうもののふの力イベントは5時過ぎまで、そして熊本城おもてなし武将隊のステージも4時からまた予定されていますので、はい、しかと目に焼き付けていただければと思います。では最後にラジオの前の方に島津様から一言いただけますか。会場に来ることができた皆々、そして本日は会場へ参陣できなくても住まう地域がどこであろうと、熊本のこと我らのことを思う皆々のその気持ちが我らを一つにしてくれる。これからもぜひ熊本城および熊本城おもてなし武将隊を全国の武将隊とともによろしくお願いいたす。こたびはラジオへの参戦誠にありがとうさんじゃった。そして2日間、島様もありがとうございました。高千穂殿もありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。熊本城おもてなし武将隊結成10周年記念、熊本城で会おうもののふの力会場でした。熊本城、会場の熊本城二の丸広場から公開生放送でお届けしてきました。この後イベントは5時過ぎまでね、グランドフィナーレ迎えますので、どうぞ会場の皆様も最後までゆっくりお楽しみください。うん、そして全国から聞いてくださって皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではお届けしてきましたのは、島津義弘と、そして熊本城おもてなし武将隊から八十姫様と、私高千穂桜でした。誠に2日間ありがとうございました。ありがとうさんじゃったー。